日本の宗教観が争いの多い世界を救うのではないか。今、世界から日本の宗教観と精神が熱い注目を集めています。日本では過去、世界で泥沼化したような宗教戦争がほとんど起こりませんでした。その理由の一つに、日本古来の宗教でもある神道が関係しているとも言われています。今回は宗教戦争がほとんど起こらなかった日本独特の宗教観について、世界の宗教戦争との違いを踏まえながら、日本の宗教の歴史、その特徴、お天道様などと共に語ります。2020年4月24日、新型コロナウイルスが猛威を振るった時期に、コロナ収束を願った宗教家たちのある写真が世界で称賛をもって迎えられました。世界に落ち着きを取り戻したいと、東大寺が宗派を超えて共に祈ることを呼びかけ、賛同した7名の宗教家がこの日、東大寺の大仏殿前に集まり、一斉に祈りを捧げたのです。その7名とは、円照寺門跡の萩原道宗氏、カトリック大阪教区司祭、芦屋教会主任司祭の河村博明氏、高野山真言宗宗務総長、総本山金剛無事執行長の添田隆昌氏、華厳宗館長、東大寺別当の佐川普門氏、金峰山修験本宗館長、総本山金峰山寺官僚の五条良智氏、田向山八幡宮宮司の上司信弘氏、華厳宗宗務長、東大寺執事長の橋村光栄氏です。この7人が間隔を空けて横並び一列になって撮られた1枚の写真が、まるで漫画や映画の戦いに出かけるヒーローたちを連想させると海外で話題になりました。特に宗教が違う聖職者たちが一堂に集まり、宗教を超えて共に世界平和を願う姿は、世界ではアニメや映画の世界でしか実現しないと感動を呼び起こしました。日本ではそう違和感のない光景ですが、世界では宗教の違う聖職者は敵ともみなされる存在です。宗教を超えて手を取り合い共に祈る姿は奇跡のような存在に見えたとされていますが、これこそが今世界に求められているものかもしれません。複数の宗教者が共に祈る姿がなぜ奇跡的かといえば、世界の多くでは宗教の違いは敵同士、血で血を争う戦争が何度も繰り広げられてきたからです。では宗教戦争とは何なのか、世界と日本の違いを中心に見てみましょう。宗教戦争とは、宗教の教義など宗教上の問題を原因に起こった戦争のことを指します。主に2つのタイプがあり、1つは異なる宗教観で教えや考え方の対立が戦争に発展したもので、自分たちの信じる神以外は悪魔だと断罪し他の宗教を攻撃する例などが典型的なものです。もう一つは、権力者が政治上の都合で信教の自由を禁止して厳しく取り締まる宗教弾圧です。しかしこれらの多くは宗教的な対立のみが原因とは言えず、政治的な権力争いや経済的な利害問題など現実的な問題が絡んで引き起こされてきました。古い宗教戦争で言えば、ヨーロッパの十字軍派遣もその一つでしょう。聖地エルサレムをイスラム教徒に奪われたため、ローマ教皇の呼びかけでキリスト教徒のヨーロッパ諸侯らが十字軍を編成し、エルサレムに遠征しました。キリスト教徒とイスラム教徒による争いで、ヨーロッパの王や諸侯たちには宗教以外の思惑もありましたが、宗教的な側面が大きかったのも事実です。そして世界最大の宗教戦争と呼ばれたのが、1517年のドイツの宗教改革の後、16世紀から17世紀のヨーロッパ各地で展開されたキリスト教のカトリックとプロテスタントの対立から引き起こされた戦いです。一般的に宗教戦争といえば、この戦いを指すことも多いようです。フランスでは国内でキリスト教の新旧両派がユグノー戦争で血みどろの戦いを繰り広げました。フランスでは国内を二分する争いとなり、戦争は断続的に80年近く続きます。サン・バルテルミの虐殺では、カトリック側がプロテスタントを数千人以上虐殺するという惨劇も起こりました。ただ、この宗教戦争も宗教だけが問題ではありませんでした。王権をめぐる貴族の争いや外国の干渉も絡んだ政治闘争だったと見られています。ヨーロッパの他の国でも同じような対立が続きました。イギリスでもカトリックの女王が即位した時には、カトリック以外の信者が断罪されるなど、血みどろの闘争が行われました。また、17世紀のドイツの30年戦争では、内乱が宗教戦争になり、国際紛争にまで発展しました。ドイツを主戦場にプロテスタントとカトリックの国に分かれて争いましたが、
カトリックのフランスがなぜかプロテスタントに協力するなど、この争いもまた宗教とは別の国際紛争へと発展していたようです。このように国同士の戦いも続き、ヨーロッパは不安定な時代が続きました。一方、日本の宗教戦争といえば、仏教受け入れの際の内乱や織田信長の比叡山焼き討ちといった宗教弾圧、天草四郎率いるキリスト教徒が立ち上がった島原の乱が有名です。ただし6世紀の仏教受け入れの内乱については、好意争いの側面が強かったようです。また織田信長の弾圧は宗教そのものを禁止したというよりも、堕落した僧侶を壊滅するのが目的でした。島原の乱もキリスト弾圧に対する反乱のみならず、政治的な闘争も絡んだもので、国内を二分するような戦いとはなりませんでした。こう見てみると、日本には国を二分するような宗教問題はほぼ起こっていないと言ってよいでしょう。宗教とは人類にとっては生きる上で精神的な支えになる重要なものとも言われています。自分たちの教えに反する人を攻撃することは正当性があると考えられてきた結果、争いへと発展してきました。日本で大きな宗教戦争が起こらなかったのは、日本人の宗教観に大きな理由があるためとも言われています。宗教観の話をする前に、そもそも日本人は無宗教のため宗教問題が起こらないのではないかという意見もあります。外国人にあなたの宗教は何と聞かれ、即答できる日本人は少ないかもしれません。せいぜいお墓参りしたり、祖父母の家に仏壇があったりするので、うちは仏教かなという程度でしょう。ではあなた個人は仏教を信じているのかと聞かれれば、首をひねるのではないでしょうか。2018年の NHK 調査で、信仰している宗教について質問したところ、信仰している宗教はないと答えた人が6割に達する結果が出ました。アメリカの調査機関ピューリサーチセンターの調査でも、日本は人口の半分ほどが無宗教で、無宗教の人が占める割合が高い国とも言われています。では日本人の多くが宗教とは無関係なのかというと、そうでもなく、外国人から見ると驚く行動をとっていました。年末の12月24日にクリスマスイブを祝い、大晦日には寺院で除夜の鐘を聞いて年を越し、年始には神社に初詣をします。ライフスタイルにおいても七五三は神社に行き、結婚式は教会で牧師の前で愛を誓い、亡くなると僧侶を呼んで葬式を挙げる例も増えています。外国人から見れば、神道、仏教、キリスト教を横断しているように見えるでしょう。宗教とは基本的に一つの教えを信仰する外国人から見れば信じられないことですが、日本人にとってはごく当たり前の行動です。この違いはそもそも宗教の捉え方に違いがあるのかもしれません。宗教学者の天戸島呂氏によれば、宗教には創生宗教と自然宗教の2種類があるとされています。創生宗教とは、特定の人物が唱えた教えで、教祖、教えをまとめた聖典、それを支える教団が揃ったもので、キリスト教やイスラム教など世界には多くの創生宗教が存在します。それに対して自然宗教はいつ誰が始めたのかわからない自然発生的な宗教です。教祖、聖典がなくはっきりした教えというものがありません。自然崇拝や祖霊信仰などがそれに該当します。天氏は、日本人は無宗教なのではなく、自然宗教による宗教心を持っていると述べています。その代表例として初詣とお盆の例を挙げ、日本人は神社にお参りし、お盆の時期には故郷に帰り、墓参りして先祖の霊を供養する、これこそ日本人が自然宗教の信者である証拠だというのです。つまり日本人の宗教観は、キリスト教徒のように特定の教えを信じるというものではなく、生活の中に定着した形で無意識化、潜在化させながら存在しているものといえます。それは日本に古くからある神道や仏教の影響を受けているのは当然でしょう。さまざまな習慣や行事を通して宗教観を備え、それが日本人の精神的なバックボーンとなっているといえます。では日本の宗教観とは具体的にどのようなものなのか、世界との違いを踏まえながら日本の宗教の歴史を紐解いてみましょう。日本古来の宗教とされているのは神道です。神道はキリスト教などとは違い、教祖や聖典がなく自然発生的に生まれた教えとされますが、神道とヨーロッパのキリスト教の違いといえば、多くの神を信じる多神教か、唯一の神を信じる一神教かという点にあるでしょう。
キリスト教が唯一の神を信仰するのに対し、神道は八百万神と呼ばれるように多くの神々を崇拝しています。もちろん八百万というのは実際の数ではなく、それほど多いという意味で、神道は数えきれないほど多くの神を信仰することから始まりました。なぜ多くの神を信仰しているのかというと、自然崇拝から発した精霊信仰が出発点だからです。太古の時代、人類は自然の恵みをいただく狩猟採集で生活していました。大自然の中に身を置いていた人々は、高い山や大きな岩、巨木などの大自然の偉大さや、太陽や月、星などの自然現象といった人の力を超えた不思議な力を恐れ、尊敬しました。大自然、人間、動物すべてのものに魂、つまり精霊が宿ると考えるようになります。それが精霊信仰、すなわちアニミズムです。このアニミズムは日本だけでなく世界各地に存在していましたが、多くの地域でキリスト教などの一神教に駆逐されていきます。キリスト教ではこの世のすべては神が創造したものという考え方です。そのため自然の木や風に神が宿るという考えはなくなります。それどころか人間は神によって自然の支配を命じられ、自然を敵とみなし、これを克服するために戦うようになりました。一方で古代の日本は温暖湿潤気候で自然の豊かな恵みを得ながら生活していました。定住しながら狩猟採集生活という縄文時代が1万年以上続いたのも、自然の恵みが豊かだったからです。そのため自然と敵対するのではなく、自分たちも大自然の中で生きる一部として自然と調和していく道を選びました。しかし自然は時として人々に牙を剥き、災害をもたらします。古代人はそれを精霊の荒ぶる魂と捉え、それを鎮めるため精霊を祀るようになりました。やがてそれは先祖の霊を敬う祖霊信仰へと発展します。水田稲作が主流となった弥生時代、土地を開いて稲作を始めた先祖に感謝の気持ちが高まり、先祖の霊を祀り敬う祖霊信仰が始まったのです。古代の日本人は、死んだ人の魂は祀られることで浄化されて祖霊となり、子孫を見守り加護し恩恵を与えてくれる存在になると考えました。こうして精霊は人に祀られることで神とみなされ、アニミズムを含む原始宗教から神道へと発展していったのです。このように日本人は自然や先祖の霊などあらゆるものに神を感じ、祈りを捧げてきました。日本神話の中にも、天照大神、スサノオノミコト、ヒノカグズチ、イザナギの神など数多くの神様が登場しています。また日光東照宮の徳川家康、太宰府天満宮の菅原道真など有名人の神様も多く存在します。日本人は特定の神様をお祈りする人もいますが、縁結びの時には出雲大社、受験の時には太宰府天満宮など、ご利益によってお祈りする神様を変えてきました。このように多神教が根付いているため、さまざまな教えを寛容に受け入れるのが当然で、他の教えを排除するという考えはありませんでした。その良い例が仏教との集合でしょう。6世紀に仏教が外国から伝わってきた時、この受け入れについては反対意見もありました。結局国としてこれを受け入れることが決まりましたが、これにより神道がないがしろにされたわけではありません。仏教と神道どちらも信仰したのです。神社側も仏教を排除するのではなく共存する道を選び、ついには共存しながら集合するようになります。神社に神宮寺が建てられるなど、神仏集合が進められたのです。教えの違う宗教が融合するとはありえない話のようにも思えますが、聖典などがない柔軟な神道だからこそ可能だったとも言えます。ついには神と仏は一体化し、天照大神は大日如来が姿を現したもの、八幡神は阿弥陀如来が姿を現したものと、仏が人を救うために神の姿となって人前に現れたという衰弱説も生み出されます。つまり神と仏は同体と考えられたのです。こうして日本では別の宗教だった神道と仏教が共存しながら集合し発展してきました。こうした寛容性は仏教宗派にも見て取れます。仏教はやがて鎌倉時代に起こった宗派を含め8つ近くの宗派に分かれましたが、キリスト教の旧教と新教のように真っ向から対立したわけではありません。多少勢力争いなどはありましたが、そもそも宗派の違いは基本的に目的となる教えは同じで、そこに至る手段、
方法が違うだけという考えでした。南北朝時代の神農小唐記には後村上天皇への教訓として仏教への様々な教えがあるのは当然で、他の宗旨をそしり軽蔑するのは誤り、人の宗教的素質は様々なのだから教えも無限にあって当然と書かれています。室町時代に活躍した浄土真宗の蓮如も阿弥陀仏を飲み信仰しなさいと説いていますが、一方では阿弥陀仏を信仰しても他の神仏を崇める人を批判してはいけないとも説いています。このように日本では他者の信仰を尊重するのが当たり前で、仏教内部においても寛容性に満ちていたことがわかります。これはキリスト教を受け入れた際にも発揮されました。戦国時代、宣教師が日本にキリスト教をもたらし布教活動に励みます。この時仏教や神道が浸透していた日本人ですが、キリスト教を敵視したわけではなく興味を抱いた人も多かったようです。織田信長や大名たちもキリスト教を保護しています。このように日本人がキリスト教を受け入れようとしたのも結局求める目的は同じで、一つの方法論として取り入れようとしたからです。一神教のように絶対唯一の神を信仰しなさいではなく、人はそれぞれ異なるため教えも人によって違うのは当然という考えが前提にあり、だからこそお互いを尊重することが大切だと考えました。いわば違うのが当然という寛容さが日本人の根底には根付いているのです。ちなみに日本では江戸時代にキリスト教を厳しく弾圧しました。この理由について諸説ありますが、その一つは他の宗教を排除するのが神の心にかなうと考えるキリスト教徒が寺社を破壊し攻撃する行動に出たからです。日本にとっては外国からの侵攻のように思えたでしょう。他の宗教との共存を受け入れようとしないキリスト教との共存は難しいと考えたとも言えます。実はこの日本人の寛容的な宗教観は神様自身にも現れていました。キリスト教の神などは唯一絶対の存在で、宇宙すべての創造主です。人類とは異なる存在で、神が天地創造とともに人類を作り出しました。神は人類の支配者として人類の生死を左右する権利を持っており、堕落した人類を洪水で滅ぼしたり共通の言語を失わせたりと罰を下しています。作家の小薙善光氏によれば、絶対的な神の存在が権力者が民衆を支配するのは当たり前という考えのもとになったといいます。絶対的な神のご加護を得た王は唯一絶対の存在となり、それに敵対する者は神に逆らう絶対悪という存在になるからです。こうして2つが対立する二元論的な考えが生まれました。ただし権力者が必ずしも善とは言えないどころか悪が多いのは歴史が示す通りです。これに対して日本の神話では、人類は宇宙の存在そのものである神の子孫という考え方で、神と人はつながる存在と考えます。死んで魂が浄化されれば人類も神々の仲間入りができると考えられてきました。そのため人類にとって神は共通のご先祖であり、自分たちを見守り恩恵を与えてくれる存在と考えます。人類の祖である日本神話の神々も絶対的な存在とは言えません。スサノオノミコトは姉のアマテラス大神の下で大暴れし、姉の怒りを買い神々から追放されました。また国を作ったという偉大な大国主も若い頃はひ弱で兄たちに殺されています。このように神も失敗するのですから、人も失敗して当然という考えが生まれました。小薙氏によれば、ここから絶対的な善と悪という対立的な構図ではなく、人は善と悪の中で揺れ動き葛藤しながら強く成長していくという多元論的な文化が生まれたといいます。スサノオノミコトも追放された出雲では娘をヤマタノオロチから救い英雄になりました。大国主も試練をくぐり抜け日本の王となります。西洋の宗教観が善と悪の二元論が主流であるのに対し、日本の宗教観の根底には善も悪も持つという多元論的な考えがありました。この考えもまた対立が起こりにくい日本人の寛容的な宗教観を育んだと考えられます。日本の寛容な宗教観は、天道という言葉で言い表すのがいいかもしれません。天道とは具体的には自然にあまねく恩恵をもたらす太陽のことを指しますが、神仏のことを表す場合もあります。お天道様が見ているよ、お天道様はお見通しといった言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。これはどんな時も神様が見ていますというメッセージです。
この場合の神仏とはどの神、どの仏ということではなく、神仏の総称です。八百万の神と言われた日本には、神羅万象至るところに神様が存在し、トイレの神様もいますし、火の神様もいます。あるいは多くの祖先が子孫を見守っています。そのため、どのように隠れた場所、人がいない場所で行ったことであっても、神様に見守られていると考えました。これは、お天道様が見ているのだから悪いことはしてはいけないという教訓とともに、良い行いをしたこともお天道様がしっかり見てくださっているということにも使われます。誰も見ていないから良い行いをしても仕方ないという人がいるかもしれませんが、誰かが見ていなくても地道な努力をしている人のことをお天道様は見ているということです。一神教の神様も人々を見守っているかもしれませんが、一神教の場合、神との契約が守られているかどうかが重要になります。しかし日本の神仏は、人々がいいことを行い、やましいことを行っていないか見守っているのです。しかもその行いは因果応報、すべて自分に返ってきます。お天道様がよく口にされていた武士の時代、戦いに勝利するためにはこの天道の摂理にかなうことが大切だと考えられていました。戦いは人数が多く優勢な場合でも負け、少人数で不利な場合でも勝てることがあります。人の力が及ばない部分は天道任せとされ、この加護を得た者が勝利すると考えられたのです。ちなみに当時、天道にかなうためにはまず本物の神仏への信仰心が必要とされました。関東を支配した北条氏の祖、北条早雲が残した遺訓には、形式的な上辺だけの祈りでは神仏の加護を失う、逆に真心があれば祈らなくてもいいと、嘘偽りのない信心が必要だと告げています。ただし信心だけしていれば良いというものではありませんでした。正直で誠実、正義の心があり、上の者への忠義と下の者への慈悲といった天道の心にかなうためには道徳や倫理を守ることも必要と記しています。つまり天道にかなうためには確かな信仰心と道徳心や倫理を守ることが条件と考えられていたのです。当時この考え方は一般的で、織田信長の伝記信長公記では今川義元は忠義の行動をした家臣を疑い理不尽に殺害したため、大名としての誠実さと慈悲に欠けると天道の罰を受け、信長に敗れて廃止したと書き記されています。これは現在でも言えることかもしれません。京セラを創業し日本航空を再建した経営者として知られる稲盛和夫さんは、ご自分の実感として、悪いことをした人は長続きしていないし、良いことをした人はどこかで報われており、長いスパンで見ると因果応報になっていると述べておられます。これは自然の摂理であり、このお天道様が日本の精神を形成しているのかもしれません。このお天道様は自分自身の心であるとも言えます。実は人が見ていないからと仕事をサボるのか、人が見ていなくても地道な努力をするのか、自分に一番近い自分自身が見ているのです。日本人はキリスト教のような唯一の神の存在は信じていないものの、神々に見られているという感覚をもとに、内なる良心とも呼ぶべき人間性を心の中に持っていると言えます。近年、妙心寺大蔵院の副住職松山大光氏のスピーチが世界の注目を集めました。松山氏は宗教の教えを守ることは大事なことではあるものの、世の中にはもっと大切にしなければならないことがあると言います。それは信仰が違っていても他者を尊重して仲良くすべきだということです。日本では宗教が違うからといって争いや揉め事に発展することはそう多くありません。多様な宗教観があるのは当然と考え、それを尊重しているからです。日本の宗教観がもたらす寛容な精神と他者を思いやり敬う心は、東日本大震災や災害などの時などにも大いに発揮され、世界から絶賛されました。今も世界で宗教のみならず、様々な理由から紛争が続いています。この日本の宗教観が世界を救うヒントになるかもしれないと、松山氏はこれを広める活動をしておられます。今回は日本の宗教観とは特定の神を信仰するのではなく、あらゆるものに神を感じ、それが各自の生活や心情に影響を与えてきたこと、その多元的な寛容性が他者を尊重する心につながることを語りました。日本語の奥ゆかしく豊かな表現力は、日本の古代からの文化によって磨かれたものでした。私たち日本人が母国語としている日本語、普段何気なく使っているこの言葉が、
世界的に見るとかなり特別な言語であることをご存知ですか？日本語は孤立した言語と呼ばれるほど謎の存在で、ルーツを特定できない孤高の言語なのです。近年は日本の漫画やアニメが海外に輸出され、興味を持ったファンが日本語を勉強し始めたのに、その得意さゆえの高い壁に阻まれて、頭を抱えることもしばしばだとか。その壁を乗り越え、日本語の単語や文法をマスターした人でも、日本人の感性を反映した独特な表現の理解は、また別の難しさがあるそうです。例えば、私たちが相手をねぎらうときに使う、お疲れ様という挨拶。諸外国ではそもそもその習慣がなく、字面は理解できてもこの言葉が持つ深い意味を、海外の人たちが日本人と同じように理解するのは難しいという話です。こうした相手への思いやりを込めた繊細な言葉を、日本人は長い歴史の中で育ててきました。それはこの国に統一政権ができた古代から始まり、武士が台頭し、日本が分裂した戦国乱世でも、地域差こそあれ、根底にある感性は共通性を持って進化してきたのです。ここからの動画では、海外の人たちが驚く日本語の豊かな表現力やポテンシャルの高さの実例、人類がどのようにして言語能力を獲得したのか、そして言語をどのように発展させていったか、さらに謎とされる日本語のルーツについて探り、古代から続く日本語の進化について見ていきます。今回は学校で習わない古代文化にルーツを持つ日本語の凄さについて語ります。 BBC の略称で知られる英国放送協会は、日本でいうところの NHK のような公共の放送局で、1922年にラジオ放送局として設立された世界で初めての公共放送です。その BBC が日本語に関して興味深い検証を行い、ネット上に動画として公開していて、日本語では4文字で表現できる言葉が、英語には直訳することができず、20フレーズ95文字を使わないと説明できないという内容になっています。皆さん、その4文字が何であるか想像してみてください。その4文字とはズバリ、恋の予感。この言葉、50代以上の方であれば懐かしく感じるのではないでしょうか。恋の予感は、ミュージシャンの玉置浩二さんがメインボーカルを務め、数々のヒットソングを生み出したロックバンド、安全地帯の代表曲のタイトルです。恋の予感という言葉は昔からある慣用句ではなく、この曲を作詞した井上陽水さんの創作です。自身もミュージシャンとして活躍する井上陽水さんは、多くのミュージシャンに楽曲を提供していて、詩情豊かな歌詞は高い評価を受けていて、日本の音楽史に残る数々の名曲を生み出しています。恋の予感は、その後の漫画やアニメの中で繰り返し使われる定番フレーズとなっていて、今や世代を超えて認知される日本語となっています。日本人であればこの言葉が持つ初々しさや甘酸っぱさが感覚的に理解できると思います。今時の日本の漫画であれば、トゥンクという擬音で表現するシーンが相当するでしょう。日本人であればニュアンスで理解できる恋の予感ですが、イギリスの人々には理解しづらいようです。直訳できる英語の言葉が見当たらないようで、 BBC がその意味を噛み砕いて英訳したところ、 The sense one can have up on first meeting a personThat the two of you are going to fall in love となったそうです。この英文を Google の翻訳機能で差し戻す形で日本語に訳すと、初めて人に会った時に二人は恋に落ちるだろうという感覚となります。当たらずしも遠ざからずといったところでしょうか。英語では20フレーズ95文字を使わなければ表現できない内容を、わずか4文字で表現できる日本語の奥深さに改めて驚かされてしまいます。こうしたいわば行間を読むという日本人の独特な感覚は、日本語の発展の過程で育った我が国の固有な文化の一つといえるものです。現在地球上には数千の民族が暮らしていて、約190の国に分かれている状態で、それぞれが異なる言語文化を持っており、その数は6000種類以上になるとされています。歴史の中で消えていった言語や未だに見つかっていない言語を含めると8000種類を超えるとされ、古今東西を通した正確な言語数は専門家でも断定することは難しいと言われています。言語能力は私たち人類とその他の動物とを分ける重要な要因です。単なるコミュニケーションであれば、野生動物たちも鳴き声によりとることが可能で、複数の鳴き声を駆使して
餌の在りかや敵の存在を伝えていることが知られています。特にクジラの鳴き声は有名で、海中で歌うように仲間と会話する姿をテレビで見た方もいるでしょう。おそらくエンジンから進化してきた戦士時代の人類も最初はそのような鳴き声でコミュニケーションをとっていたと考えられますけれども、道具を生み出して使用するようになった人類はより詳細で正確な情報を仲間同士で共有する必要性があり、言語能力の発達は生存するための必須条件でした。最初に言葉を発した人類はホモエルガステルだと考えられていて、190万年前から140万年前にアフリカ東部に生息していた原人に分類される人族です。この他にも約20万年前から4万年前までヨーロッパを中心に生息していたネアンデルタール人もかなり高度な言語能力を持っていたことが研究により分かっています。ただ彼らは私たち原生人類のようなレベルの流暢な言語を扱うことはできませんでした。発掘されたネアンデルタール人を詳細に調べたところ、言葉を発するのに重要な舌骨が私たち原生人類と構造が異なるため母音をはっきり発音できなかったとされています。その後登場した私たちの直接の祖先となるホモ・サピエンスは、さらに道具などの文化を高度に発達させ、複数の家族集団が集まって暮らす巨大コロニーを形成するようになり、コミュニケーションは高度化していったと考えられています。人類がどのように言語を発展させていったか、残念ながらそれがわかる資料は残されていません。形のない言葉は異物ともならないため、遺跡を発掘してもその全容は解明されないままです。しかし現在の言語からや資料が残されるようになってから以降の言葉遣いを研究することで、言語がどのような場所からどのような経緯をたどって拡大していったか推測することはできます。例えば英語やスペイン語のほか、ロシア語やヒンディー語などが属するインド・ヨーロッパ語族は、黒海北岸からカスピ海北岸にかけて広がるポントス・カスピ海草原が起源とされています。語族とは数千種類ある言語を類似性に基づいて仕分け、約100種類に分類したものです。最も大きな勢力の語族はサハラ砂漠以南で話されるニジェール・コンゴ語族で、言語数は1538に上り、全人類のうち 20.6% の人がこの語族の話し手となっています。インド・ヨーロッパ語族が444言語という数値と比べても桁違いの勢力です。アジア地域には台湾や東南アジアの島国で話されるオーストロネシア語族があります。この語族は約5000年前に台湾から拡散したオーストロネシア人が起源となった言語です。このように世界各国の言語はその特徴などから語族として分類することが可能で、その起源についてもある程度までは推測することができています。ところが私たちの日本語は言葉に近隣諸国との類似性をある程度は見つけることができますが、全体的にはどの語族にも分類することができず、孤立した言語として扱われています。日本語が属するのは日流語族で、日本語と琉球諸語で構成されます。琉球諸語とは沖縄を中心に話されるウチナーグチと、奄美諸島で話される奄美大島方言のことで、日本語とは母音や子音で一定の対応関係が見られるため同じ語族とみなされています。そのルーツが謎となっている日本語ですが、言語学者によっていくつかの仮説が立てられています。その一つがお隣の朝鮮半島で話される朝鮮語をルーツとする説です。朝鮮語も日本語と同様に孤立した言語の一つとされていて、日本語とは文法構造における類似性が高く、文章の主語の後に目的語が置かれ、最後に動詞が来る構造となっています。英語は主語、動詞、目的語の順番のため、翻訳する際には語順を変える必要がありますが、日本語と朝鮮語の翻訳は語順を気にする必要がなく、そのままの順番で大丈夫となっています。しかし単語の構造や発音に相違点も多く、日本語のルーツとみなされるには至っていません。この他にはモンゴル語やトルコ語が含まれるアルタイ語族をルーツとする説があります。日本語とは文法構造や発音などに類似性が見られるのですが、使用される単語に相違点が多いため、アルタイ語族をルーツとする説も決定打が欠けている状況です。また先ほどお話ししたオーストロネシア語族、インドのタミル語を含むドラビダ語族など、日本語のルーツに関しては諸説紛々な状態で、仮説にとどまり定説がありません。
このようにルーツが謎で孤立した言語であるためか、海外の人たちにとって日本語は理解するのが難しい言語だとされています。本格的に日本語を習得しようとする人たちにとって、日本語の持つ特殊性は学習の壁となり、話し言葉と書き言葉を合わせてスムーズに扱えるまでにはかなりの時間を要します。ここに一つの面白いデータがあります。2017年にアメリカ国務省が発表した調査結果で、世界の言語の習得難易度をランク付けしたものです。具体的にはアメリカ外交官養成局において、英語ネイティブが言語を習得するのにかかった時間を調べ、その時間数によって難易度をカテゴリー1からカテゴリー5まで分類したものです。カテゴリー1は習得までに600時間、およそ24週間を要するとされていて、フランス語やスペイン語など比較的英語に近い構造を持った言語が分類されています。その一方で日本語はアラビア語などと並んで最も難しいカテゴリー5とされていて、習得までに2200時間、88週間で2年近くの時間が必要との調査結果となっています。国務省に勤める官僚といえば、アメリカでは頭脳明晰なエリート中のエリートですが、彼らですら日本語はカテゴリー1の言語と比べ4倍近くの膨大な学習時間を必要とするのです。日本語が難しいとされる要因はいくつかあります。まず一つ目の理由としては、ひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字を使い分けることです。英語であれ日本語であれ、単語を構成するのはそれぞれの言語の文字を使います。英語であればアルファベット26文字を覚えれば済みますが、日本語の場合はひらがな、カタカナが各46文字、そして漢字に至っては日常的に使用するものだけでも2000文字を超えるとされています。文字数の多さもさることながら、その使い分けも海外の人には理解に苦しむ点となっています。私たちは外国由来のものはカタカナで書くと思っていますが、中にラーメンやとんかつなど日本で独自の進化をし、外国から来た人には日本食としか思えないものもカタカナで書いています。また漢字には読み方が音読みと訓読みの2通りがあり、さらに音読みは漢音と語音と等音に分かれます。例えば名という漢字は漢音で名ですが、語音で妙、等音で民と読みます。明治や明朝や14世紀に成立した中国の帝国、民など同じ文字で違う読み方となります。さらには訓読みで明ける、明るいのほか、人名では明と読むことも、明けの明朝という音訓が重なる言い回しは海外の人からすれば理解が追いつかない言葉でしょう。他にも一日を一日と読むのか1日と読むのかもケースバイケースで、芸人さんがホワイジャパニーズピーポーと切れるネタも大げさではないのかもしれません。それ以外の日本語を難しくする要因として、主語が省略されることが挙げられます。目の前の友達に昨日何してたと聞くのはよくありますが、あなたという主語が略されています。英語では What did you do yesterday で主語が略されることはありません。日本語の会話では言わずもがなの言葉は省略されることが多く、前後の文脈で理解する必要があります。こうした習慣もまた海外の人にとって日本語が難しいと感じる原因となっているのです。こんな難解な言語を日常的に使いこなしている私たち日本人は、実はものすごく優秀な民族かもしれません。文字の多さや読み方の複雑さ、さらに以心伝心で伝わることは省略してしまう。日本語は日本の文化風習の中で長く暮らしていなければ理解が難しい言語となっています。さらにオノマトペと総称される擬態語や擬音語の種類の多さも、日本語を学ぶ上では高いハードルです。擬音語とは発生する音を表現したもので、ワンワンやザーザーなどが該当します。擬態語の方は実際には発生しない音を文字にしたもので、サラサラやツンツンなどがそうです。オノマトペは漫画に多用されていて、車が走るシーンにブーンとデザイン化された大きな文字が入るなど、私たち日本人にとっては見慣れた表現であり、その種類も多彩となっています。日本語におけるオノマトペの多さは諸外国の追随を許さず、欧米や中国の3から5倍はあるとされています。時代時代において新しいオノマトペが生み出され続けていて、例えば人を見つめる時のジロリ、これは日本の近代文学を代表する作家である坂口安吾が
1965年に発表した小説「ジロリの女」が元になっています。また現在でも漫画に多用されるシーンは無音を表現する世界でも類を見ないオノマトペで、戦後に手塚治虫が発明したと言われていますが、宮沢賢治の「どんぐりと山猫」に「どんぐりはシーンとしてしまいました」との表現もあり、その起源は明らかではありません。まさにオノマトペ天国と呼ぶことができる日本語の擬態語と擬音語の多さですが、その起源を遡るとなんと8世紀初めに編纂された古事記に行き当たるのです。神話に登場するイザナギの御事とイザナミの御事が雨のぬぼこと呼ばれる矛で、まだ何もない海原をかき混ぜたところ小野五郎島が誕生したとされています。この時海をかき回した矛がコウロコウロとなったと表現されているのです。この小野五郎島は日本で初めて生まれた島とされているので、日本の始まりといえる島です。この話は神話ではありますが、日本はその始まりからオノマトペと縁があったということで、世界の言語の中で最もオノマトペが発達しているとしても不思議ではありません。このように世界的に見てもユニークな日本語を私たちが使うようになったのはいつからでしょう。すでにお話しした通り、日本語のルーツは分かっていません。しかしおよそ4万年前、日本列島に初めて足を踏み入れた原生人類たちは、大陸から海を渡って到達してきた人々と考えられています。氷河時代で海抜が下がっていたとはいえ、大陸と列島を隔てる海を渡るのはかなり高度な航海技術が必要であったと想像できます。しかも一人二人ではなく、ある程度まとまった人数が共に渡ってきたはずです。そのような人々ですから、仲間同士で情報を共有し合う言語能力を持っていたに違いありません。ただしそれがどのような言語であったのか、残念ながら知る術はないです。それでは原始の日本語が誕生したのはいつ頃なのでしょうか。おそらく縄文時代には現在の日本語につながる言葉が使われていたと考えられています。関西外国語大学名誉教授で言語学者の小泉保氏は、著書縄文語の発見の中で縄文語があったことを主張しています。小泉氏の見解は革新的と評価を受ける一方で、他の言語学者からは厳しい批判の声もあり、縄文語の存在についての真実性は未だ議論の余地があることをご承知おきください。続く弥生時代に入ると、その後の上代日本語につながる弥生語が使われるようになったと考えられています。この弥生語は古事記万葉集の研究者で、神戸市外国語大学の名誉教授である長田夏樹氏が提唱している現在のものとはかなり異なる原始の日本語です。古墳時代から奈良時代まで使われた上代日本語と中国語や朝鮮語など大陸の言葉を組み合わせて、弥生時代後期の言葉として復元したものとなっています。現代日本語の破行と作業の発音が異なっていて、ハヒフヘホがパピプペポであり、サシスセソがサチツツェツォであったとされています。兵庫県にある播磨町郷土資料館には、この長田氏の復元に基づいた展示物があり、現代の日本語を上代日本語と弥生語に翻訳した音声が聞けるコーナーがあります。例えば君たちを上代日本語にすると今したちとなり、それをさらに弥生語にすると今つたちとなる具合です。時代によって言葉は変わっていくとよく聞きますが、発音も今と昔とでは違っていたのです。このように先史時代の日本語は言語学者の研究により実態が解明されつつある途上ですが、資料がない以上それは推測の領域を出ることはありません。それでは文献に書き言葉として記された最も古い日本語はどういったものでしょうか。それが登場するのは古代史ではおなじみの三国志魏志倭人伝です。魏志倭人伝の中では3世紀頃の日本について描写があり、対馬国壱岐国などの地名のほかに、行政官の長が彦、副官が雛森と役職名も記載されています。文字は中国の慣例による当て字ですが、発音は当時の日本語を聞き取ったものと考えられています。先ほど触れたように、3世紀頃に日本で使われていた日本語は上代日本語と呼ばれるものです。日本語は上代日本語、中古日本語、中世日本語、近世日本語、現代日本語と時代によって変化をしています。魏志倭人伝は中国の歴史書ですが、国内で記された上代日本語として知られるのが
1873年に現在の熊本県にある江田船山古墳から発見された鉄剣に刻まれた文字で、銀象眼で75文字の銘文が刻まれています。江田船山古墳が5世紀から6世紀に作られたものと推測されていて、副葬品としての鉄剣も同じ時代に作られたと考えられているものです。銘文は長安という名の渡来系の人物により草案されているため、中国語で記されています。文字に欠損がありますが、雄略天皇とされる若竹大王の名や天宗という文書を司る役所に仕える役職名を見ることができます。1968年に埼玉県にある稲荷山古墳から出土した鉄剣にも銘文があり、金象眼の銘文が115文字刻まれています。こちらの鉄剣も主に刻まれているのは人物名で、埋葬者の経歴を示す副葬品となっています。古墳時代には日本固有の文字はまだ生まれていなかったため、鉄剣の文字は漢字で記されています。文章の草案は大陸からの渡来人が担っていたと考えられ、銘文の語順は中国語と同じになっています。その後、日本語の発音に似た発音をする漢字を当て文字として記す万葉仮名が考案され、花を花として、山は山として、日本語の発音を反映した記述となっていきます。その一方で、日本語と同じ意味を持つ漢字を当てはめ記述する方法も用いられています。花を同じ発音を持つ花と書いたり、花と書いたりする方法が併用されたということです。さらに万葉仮名の読み方は、音読みを用いた音仮名と訓読みを用いた訓仮名に分かれます。日本語の難しさを解説した際の漢字仮名混じりの表記や、漢字が複数の読み方を持つという現代の日本語の特徴がすでにこの段階から見られるのです。この他に金風と書いて秋風、つまり秋の風と読ませる事例もあります。これは中国の陰陽五行説に基づいた表現で、万物を構成する木、火、土、金、水の五行のうち、秋は金の季節にあたるため、秋の風を金風と呼んでいたものに日本語を当てはめたものです。また16と書いて獅子と読ませるといった言葉遊びも登場しています。この時代すでに掛け算の概念が広まっていたことも驚きですが、その遊び心にはさらなる驚きを禁じえません。こうした側面にも、日本人が言葉に豊かな意味合いを持たせようとする片鱗が現れています。借用とはいえ、日本人が日本語を記録する術を持ったことで、作品数は多くはないものの、上代文学と呼べる著作物が生み出されるようになります。ジャンルは神話や伝説、歴史や知史、和歌や歌謡など多岐にわたっていますが、中でも注目すべきなのは、日本の古代史において重要な資料である古事記と日本書紀でしょう。両歴史書はすでにあった定期と旧時をもとにしたものとされていて、建国から危機が成立した時代頃までの日本の歴史を明らかにすることで、国家としてのアイデンティティを確立しようと試みた書物となっています。この2つの歴史書、歴史的な出来事を記した部分は漢文形式で記されているのですが、掲載する歌謡については万葉仮名で記されています。それらは総称して危機歌謡と呼ばれていて、古事記に112首、日本書紀に128首が掲載されています。それらは危機に記された物語とリンクした歌謡となっていますが、もともとは独立して存在していたものが危機の編纂の過程で組み込まれていったものと考えられているのです。歌謡は狩猟や祭祀など出来事を書く内容がある一方で、人々の思いが描かれる内容もあり、古代の日本人の精神を知るためにも重要な文献となっています。古事記にはヤマトタケルの御事が読んだとされる有名な和歌が掲載されています。ヤマトは国のまほろば立たなずく青垣山ごもれる和紙麗し、この国で最も素晴らしいヤマト、青い垣根のような山が囲んで美しいという意味です。これは遠征の途上で命を落としたヤマトタケルの御事が故郷のヤマトを懐かしんで読んだ歌と言われています。思い焦がれる故郷に戻れない大和武尊の御事の悲しみに胸が締め付けられます。古事記や日本書紀は歴史を記した公文書であり、文学性を持たない文献と思いがちですが、古代日本人の精神をうかがい知ることができる叙情性の豊かな内容を含んでいるのです。自身の心の思いを込めて歌を詠む古代人たちは、やがて和歌と呼ばれる短歌形式の文化を生み出します。
そしてその文化は奈良時代末期に万葉集として結実します。万葉集は全20巻で構成され、約4500首もの歌を掲載し、五七五七七の短歌が全体の9割、その他に長歌なども掲載された我が国に現存する最古の和歌集となっています。この万葉集のすごいところは、天皇や貴族の歌だけでなく、下級管理や農民、大道芸人の歌など身分の規制を問わず掲載している点です。素晴らしい歌に身分の差はないとする編集方針は、歴史的にも世界的に見ても異例といえます。五七五七七のわずか31文字で歌を読むには、かなり言葉を選ぶ必要があります。虚飾を排して内容を研ぎ澄ませることで、一つ一つの言葉は豊かな情感を持つに至ります。例えば持統天皇が読んだ春過ぎて夏木にけらし白鯛の衣干す蝶天の家具山は、字面だけを見れば春から夏になって家具山に白い布が干されるようになったという意味しかありません。しかし夏が近づき強まる日差しの中、鮮やかな山の緑を背景にして真っ白な布が風にたなびく、そんな夏へと移っていく季節の爽やかな雰囲気を感じることができるのではないでしょうか。短歌は言葉数が限られているため、読み手は限られた表現しかできませんが、読む者の想像力を喚起させる言葉を選ぶことで無限の表現が可能となります。平安時代に入ると短歌は贈答歌として私的に交わされるようになり、どれだけセンスのいい言葉を選んで歌を読めるかが、その人の価値を判断する基準にもなります。特に恋愛関係にある男女で歌を送り合うのが盛んだったようで、現代で言えば LINE などの SNS を使ってメッセージをやり取りするようなものでしょうか。けれど平安時代における男女間での歌のやり取りは一筋縄ではいかなかったようです。男性の方は女性に対する熱烈な思いを歌に込めて送るのですが、女性の方はつれない態度で、あなたの気持ちなんて知らないわと、そんな内容の歌を返すのがお約束だったようです。そんな女性に対し男性はひたすら低姿勢で、女性への思いを歌にしたため続けなければなりません。こうしたやり取りを続け、互いの気持ちが通じ合えばゴールイン、そんな駆け引きが繰り返されていたのです。こうした文化や風習の中で、日本人は言葉に対する感性を磨いていったのでしょう。歌を読む文化は、政治の主体が武家に変わってからも廃れることはありませんでした。鎌倉幕府の三代将軍である源実朝は優れた歌読みとして知られています。戦国武将たちも多くの歌を残していますし、平民出身の豊臣秀吉も天下人として歌を詠んています。江戸時代に入ると五七五のたった17文字で表現する俳諧が登場し、明治に入って俳句として洗練され、現在に至っています。皆さんもふとした出来事をつい五七五で考えてしまうことがありませんか。短歌などの短い定型詩の文化は、古代から日本人の精神の根幹にしっかりと根を張り、言葉のセンスを磨く原動力として受け継がれた文化と考えることができるでしょう。今回は海外の人々が驚く日本語が持つ感情の豊かさについてお話ししました。古代から始まる日本語の発展過程の中で、日本人が言葉を単なる情報伝達ツールとしてでなく、その背後に豊かな感情が伴うよう日本語を大切に醸成してきたことがお分かりいただけましたか。言葉の背後にある感覚を言わずもがなで共有できたら、手短で合理的な会話が可能となります。しかしそのためには、子どもの頃から日本語や日本文化に慣れ親しむ必要があるでしょう。日本語を母国語としない人々が日本語を習っただけでは理解しにくい部分であるかもしれません。今回は学校では習わない古代から育まれてきた日本語の奥深さについてお話ししました。日本人独特の美意識が世界から注目を集めています。京都や奈良、鎌倉などの古都に見られる年月を重ねて渋みを増した神社仏閣、きらびやかさや華やかさとは違ったしっとりと落ち着くような日本庭園、そうした以下にも日本的な文化や建築を私たちはわびさびと表現します。海外においてもわびさびは日本人の美意識を表すキーワードとして、特に日本に興味を持つ人たちの間でよく知られた言葉となっているのです。日本人の根幹をなすともいえるわびさびですが、禅の世界観から生まれたものとなっていて、中世に中国から禅宗が日本へ伝えられた時に
その概念も伝えられました。なんとわびさびは日本オリジナルではなかったということなんです。けれどもそれはもともと日本人が持っていた精神世界を言葉で表す概念が生まれただけのこと。伝統を愛し簡素を尊び自然に敬意を払うわびさびの軸となる精神は、古代の日本人が、もっと言えば日本人が縄文時代から育んできた精神でした。ここからの動画ではわびさびという概念の詳しい意味とその歴史、そしてわびさびという概念が生まれるよりも前から日本人がその精神を持っていたことを紹介します。今回は学校では習わない日本古来の美意識わびさびについて語ります。日本の古典的な文化などに接する機会を得ると、私たちは何気にわびさびだなぁと感じたり、時には実際に口に出してしまったりすることがあります。そして日本人同士であればそれだけでそうだよねと共感同意を得ることもできるでしょう。しかしそんなわびさびがどういう語義なのか正しく説明できる人は少ないのではないでしょうか。この動画で詳しく掘り下げていく前に、わびさびという言葉の意味を詳しく解説していきます。わびさびと一言で語られがちですが、わびとさびの2つの言葉が合わさったものです。わびとはわびしいという言葉もあるように、豊かではなく物も足りない状況であり、そんな中でも、いえそんな中にこそ満ち足りた心を見出そうとする考え方のことを指します。高価な調度品が多数置かれ、ラグジュアリー感が満載な洋風のホテルもいいものですが、室内装飾を極限までそぎ落とし、シックな雰囲気を醸し出す和風な旅館に癒される感覚、そんな例えでお分かりいただけるでしょうか。そしてサビとはさびれるという言葉もあるように、賑やかさから離れた場所のことであり、そんな状況に身を置くことで物事の奥深さを感じ取ろうとする意識のことを指します。さらに言えばさびれるとは、物が時間の経過を重ねることで変化していく様を劣化と感じるのではなく、成長と捉える感覚のことも指しています。身近な例では革製品がそれにあたるでしょう。きちんと手入れし丁寧に扱った革製品は、年月を経るごとに渋みのある色合いへと変化します。ファッションに興味のある方なら、新品よりも着古した使用感のある服の方が味わい深く、特にデニム生地のジーンズなどは古ければ古いほどその価値を増すことをご存知でしょう。ただしお分かりと思いますが、乱雑に扱ってボロボロになるのは単なる劣化です。サビの境地に至るためには、物を大切にする心が必要不可欠なのは言うまでもありません。以上のようにわびとサビは別々の言葉であり、それぞれの意味を持っています。しかしこれら2つの言葉は、わびさびというあたかも一つの言葉のように扱われ、一体としてフュージョンすることで 1+1=2 以上の意味を持つ言葉となります。そうした世界観を持つ最も特徴的なものとして茶の湯、つまり茶道が挙げられます。一切の虚飾を排し静寂に包まれた茶室や、古さやいびつさの中に価値を乱す茶道具など、そこには日本的な美意識を凝縮したような濃密さがあり、まさにわびさびの世界そのものです。さらにわびさびは芸術や文化の世界だけにとどまらず、日本人の精神の在り方そのものに影響を与え、悟りといった宗教観や哲学、死生観までもを形作る重要な観念となっています。ここからは中世にわびさびが確立するまでの過程と、それらが誕生する以前から日本人が持っていて、後のわびさびの概念へとつながっていく自然への敬意を屋台骨とした文化の歴史について見ていきます。日本の先史時代となる縄文時代や弥生時代は、遺跡から発掘される遺物によってその歴史を類推するしかなく、アニミズムやシャーマニズムといった自然崇拝がされていたことが推測することができますが、その時代を生きた人々がどんな考え方を持っていたか、宗教観や哲学を持っていたか定かではありません。わびさびにつながるような深い精神性がこの時代から醸成されていたかどうかは、残念ながら知るすべがないというしかありません。続く古墳時代については、中国大陸の正史に当時の日本に関する記述は登場していますが、地理や政治、風俗、風習についての記述がメインとなっていて、当時の文化、ましてやわびさびにつながるような精神文化に関する記録は見ることができません。古代における日本人の精神世界を知るには、やはり芸術的に創作された文芸の登場を待つ必要があり、文字として記録に残されている和歌などの歌から推測していくのが最適解でしょう。
8世紀前半に編纂された日本最古の歴史書「日本書紀」と「古事記」には歌が掲載されていて、それらは「聞き歌謡」と呼ばれ、約200種の歌が残されています。その中でも「古事記」に掲載されている「八雲立つ」「出雲八重垣」「妻込み」に「八重垣作る」「その八重垣」を、この歌は我が国で最古の和歌とされていて、読み手はかの須佐之男とされています。高間ヶ原を追放された須佐之男が大和のオロチを退治して櫛名田姫を妻とし、出雲の国を新天地とした晴れやかな心を白雲が重なる夏空の鮮やかさと重ねる。わびさびとは違いますが、自然の美しさを尊びつつの詩的な表現がすでに見て取れます。そして日本に現存する最古の歌集が8世紀の中頃に編纂された万葉集で、4500種もの歌を身分の貴賤を問わず選び抜いた世界にも類を見ない歌集となっています。この万葉集にはわびという言葉を使った歌が数多く掲載されているのです。国遠見思いなわびそ、風の無駄雲の行くごと、ことは遠わむ。この歌は国が遠く離れても心配しないで、風が雲を運ぶように言葉も届くからという意味です。今は我はわびそしに蹴る、息の鬼思いし君を許さく思えば。この歌は命がけで思ったあなたが遠ざかってしまう、とても辛いことだという意味となります。わびが使われた代表的な歌に種を紹介しましたが、いずれも離れてゆく思い人を詠んだ歌となっています。この時代のわびは中世以降に使われるわびとは意味が違っていて、主に恋愛が思い通りにならなくなったことを嘆く、わびしさを表現するものです。しかしただいたずらに嘆くのではなく、どうにもならない境遇に置かれたとしても、自然の移ろいに我が身を託して希望を見出したり、悟りにも似た覚悟を心に決めたりと、日本人の持つ美意識や真の強さがあるように感じられます。そして続く飛鳥文化や白鳳文化の時代にわびさびの文化は醸成され、とはならず古代日本の大和朝廷は国中に確固たる支配体制を確立するべく、中国の律令体制を手本として大陸の政治法律などにとどまらず、文化宗教も模倣する時代となりました。日本はハードだけでなくソフトも大陸色に染まることとなり、極彩色できらびやかな文化が隆盛を極めます。現在は緑青色となって落ち着いた荘厳さを持っている東大寺の大仏ですが、東大寺創建当時は全身が金箔に包まれたまばゆい像でした。また興福寺の阿修羅像も現在は古びた渋い色合いとなっていますが、作られた当時は全身が朱塗り、ペパーミントグリーンの衣をまとったド派手な像でした。現在の私たち日本人から見るとちょっと悪趣味とすら感じられてしまいますが、けれど全世界を照らす徳を金箔で表し、全身に満ちたエネルギーを真っ赤に表現したとしても、それは単に当時と現代の感性の違いであり、行き過ぎた表現とまでは言えないでしょう。ただこの時代の文化は自然に即し質素を旨とする精神文化とは程遠いものであり、わびさびが日本人の心情として育っていくには不向きな社会状況だったと言えるでしょう。しかしそうした文化が日本人の精神性に合っていないと感じる人が増えたのでしょうか。奈良時代後半になると唐風の文化を踏襲しつつも、日本の風土や感性に見合った国ぶりと呼ばれる文化スタイルに移っていきます。そしてこの動きにさらに拍車をかけたのは西暦894年の遣唐使の廃止でした。もちろんそれ以降も民間における中国との交易は継続され、大陸からの輸入品は珍重され続けましたが、この時期を一つのターニングポイントとして国内の文化風習は変化を見せるようになります。日本では日常と特別な日を区分する晴れと晴の考え方がありますが、宮中でも特別である晴れの日は東風に装飾し、日常の晴の日は和風にしつらえるなど、両方の文化の特性を理解し状況に応じて使い分けることをしていました。現在私たちも12月末にクリスマスを祝ったり、新年が明ければ神社に参拝したりと、状況に応じて国内外の文化風習を楽しみますが、そんな日本人の血はこの時代から変わらないようです。また主に女性に使われていた仮名文字が一般的に使われるようになり、物語の創作が始まったのもこの時期で、その中の一つで現在にも伝わる竹取物語は仮名文字で書かれた我が国で最も古い物語となっています。
貴族たちの邸宅も東風様式から日本の気候に合わせた神殿造りが導入されました。絵画では日本の故事や風景を題材とした大和絵の創作が盛んとなり、そして日本独特の絵画様式となる絵巻物もこの時期に生み出された芸術となっています。このように大陸文化の模倣からそれらのエッセンスを踏襲しつつも日本的な表現を試みるようになり、日本人の感性にマッチしたものが生み出されるようになったのが国風文化の時代と言えるでしょう。それらが日本独特の感性に磨きをかけ、後のわびさびの精神の礎になったと考えられます。では次に日本の歌や物語など文字文化の中で発展した阿波連の感覚について見ていきましょう。国風文化の一つの特色として女房文学の登場があります。女房とは平安時代から江戸時代にわたり宮中で位の高い貴族に仕えた女性のことです。女房には中級貴族の子女がなることが多く、彼女たちの親となる貴族の出世の手段としてできる限り位の高い貴族のお眼鏡にかなうよう、女房となる女性は高度なレベルの教育を受けていました。この時代の女房文学の代表として挙げられる作家が紫式部と清少納言です。清少納言は宮中での日常生活や四季の移ろいを綴ったエッセイ枕草子の作者で、彼女の紡ぎ出す表現豊かで多彩な世界はお菓子の文学として高い評価を得ています。お菓子とは現在で言えば可愛いやエモいといった感覚に近いものです。古典の授業で枕草子を習った方は多いと思いますが、その中に登場する一文に仮などの連ねたるが糸小さく見ゆるは糸お菓子というものがあります。これは夕暮れ時の秋の空、遠くに渡り鳥の狩りが飛ぶ姿が小さく見える様が趣深いと表現したものです。清少納言が隅々にまで目が行き届き、さまざまなものにアンテナを張れる感受性の高い人だったと想像できます。一方で紫式部はよりしっとりとした大人の世界を描く際に恵まれた人物で、彼女の創作した源氏物語は世界初の女性作家による小説として現在世界中で知られる作品となっています。紫式部が活躍した11世紀において他の国々で女性が自ら名乗って文学作品を残すことはなく、ヨーロッパではマーガレット・キャベンディッシュが17世紀に公の場に登場したのが最初で、それよりも数百年前に活躍した紫式部はいかに特別な存在であるかお分かりいただけるでしょう。そしてこの紫式部の文学を表現するキャッチコピーが哀れの文学とされていて、清少納言のお菓子の文学とはまさに対極をなす観念となっているのです。哀れとは日常生活の中で目にするものや耳にするものをただ単純に表現するだけでなく、そこから自分が感じた情緒や無常感といった精神状態を文字に落とし込んでいくことを指しています。源氏物語の第45条橋姫に登場する一文に、木の葉の散り交う音、水の響きなど哀れも過ぎて物恐ろしく心細きところの様なりとあります。これは木の葉が散る音や水の流れの音などが寂しさを通り越して恐ろしく心細い様子だという意味で、目にした状況に対して感じた儚い心情を描写した表現となっています。清少納言と紫式部は対立する関係として捉えられ、お菓子と哀れも同様に語られることがあります。しかしこれはどちらかが優れた感性だということではなく、アプローチの方法に違いがあるというだけで、目の当たりにした日常や自然の情景を情感豊かに表現する点では変わりはありません。そしてこの時代に醸成された感性が後の世におけるわびさびの精神につながっていったと考えられます。清少納言と紫式部という国風文化における女房文学の二大巨頭を紹介しましたが、この時代に後のわびさびにつながる寂寥感を表現した人物として僧侶であり歌人である西行法師の存在を忘れてはいけません。西行はもともとは名のある貴族の家系の子弟であり、出家する前は後鳥羽院に仕えていて、あの平清盛と共に院を警護する北面の武士だったとされています。しかしある時期をきっかけに属性を捨て出家、全国を流浪し歌を詠むようになります。そのきっかけとは親しい友人の死であるとも失恋ともされていますが定かではありません。いずれにせよ何らかの出来事で世の中に対して無常感を抱くようになったことは確かで、西行の詠む歌には
そうした彼の精神性が色濃く現れています。キリギリス、よさむに秋のなるままに、弱るか声の遠ざかりいく。このキリギリスは現在でいうコオロギのことですが、秋が深まると夜の寒さも厳しくなっていき、徐々に虫の声が弱まって遠ざかっていくようだと読んでいる内容です。この歌は西行の無常感を象徴するような歌であり、自然の中に見える儚さへの視点を持った歌です。こうした西行の表現を評価したのが同時代に生きた歌人の藤原俊成で、二人は交流を結ぶことで互いの歌の技術を高め合ったと言われています。そして藤原俊成は西行の詩の世界観をサビとして評価していて、これが日本において公にわびさびの美的観念を表した最初の事例だとされています。ここまで日本の古代におけるわびさびに至る過程についてご紹介してきました。ここからは中世以降でわびさびがどのように日本人の根幹をなす精神になっていったか、その過程について紹介をしていきます。冒頭でわびさびの概念が広がるきっかけとなったのが日本における禅宗の布教だと紹介しました。禅宗は中国から導入された仏教の一宗派で、禅定と呼ばれる心の平安を修行により得る方法の一つで、ダルマ大師が南インドから中国に渡って創始したものです。栃木県高崎市は工芸品としてのダルマの産地で有名ですが、あのダルマはダルマ大師が修行で座禅を組んでいる姿をモチーフとしたものです。禅宗はすでに奈良時代から日本に伝わったとされていますが、本格的に広がったのは鎌倉時代に入ってからで、室町時代にさらなる発展を遂げて、現在でも自己研鑽や精神修行の手段として活用されています。禅宗が目指す禅定では、物質的欲望から解放された無色界に至ることが理想です。そうした理想が精神的な美徳となるためか、禅宗では派手で豪華な装飾を可能な限り排除するよう努められ、あたかも現代のミニマリストのように生活環境から無駄をなくし、修行に専念できるよう心がけられました。こうした質素倹約を旨とする禅宗のあり方は、日本人が古来から持っていた気質にぴったりと合い、国風文化との融合も果たして、その後の日本人の文化や生き様に大きな影響を与えるようになります。日本では鎌倉時代、室町時代を通じて武家との結びつきを深めながら、臨済宗や曹洞宗といった禅宗が力を強めていきます。この時代の禅宗は中国との交流を盛んに行っていて、中国文化を日本に伝える役割を持っていました。大陸から伝わる文化、芸術の紹介も禅僧が行っていて、あたかも現在のインフルエンサーのようでした。この時期に大陸から流入した文化に触発され、水墨画や枯山水、そして茶道や華道といった、まさにわびさびの世界観そのものといえる文化が日本で花開くことになります。中国大陸では宋、元、明と目まぐるしく支配体制が入れ替わりを見せます。そして東南アジアのみならず、インドや中東、そしてヨーロッパとも交易を行っていた中国には、さまざまな種類の文化や芸術が流入していた状態となっていました。大陸とのパイプ役を担っていた日本の禅僧は、おそらくそうしたさまざまな文化、芸術の中から簡素な美しさを好む日本に見合うものをセレクトするコンシェルジュでもあったことでしょう。現在世界中に愛好家がいる盆栽もこの時期に生まれた文化で、その他にも陶磁器といった工芸品にも影響を与え、書院作りやすき家作りといった現在の和風建築につながる建築様式もこの時期に生まれています。現代の私たちがわびさびと感じる文化のほとんどがこの時期に誕生し発展していきました。ただしそれは中国大陸から輸入されたままではなく、中世に至るまでに日本で醸成された文化や美意識や精神世界に見合ったものだけが導入され、独自にカスタマイズされたものとなっています。日本人は海外から輸入した文化や技術を高度に改良する技術に長けていると言われますが、わびさびの概念もそれらと同様に日本独特の高度な精神文化にまで高めたものと言えるでしょう。室町時代に入るとわびさびの美意識を具現化していくのは、和歌や文学など文字の世界だけでなく能楽の世界に取り入れられて、その理想像を形作る能楽論に欠かせない価値となっていきました。能楽とは能と狂言を総称する呼び名なのですが、ものすごくざっくりと言ってしまうと、能は悲劇で狂言は喜劇です。能が歴史上の人物や歴史的な出来事を題材とするのに対し、
狂言は庶民の日常を描くものとなっています。能は江戸時代までは猿楽と呼ばれていて、これは山楽が変化した呼び名です。山楽は奈良時代に大陸から導入された演芸の総称で、曲芸や奇術、踊りなど様々なものがありました。しかしそれ以前に大陸から渡っていたとも言われていて、後に能を大成させた世阿弥著書である風姿花伝の中では、渡来人一族の長である旗の川勝が聖徳太子の前で66番のモノマネの舞を披露したのが、当時は猿楽と記していた猿楽の始まりとされているのです。山楽は宮中でも演じられ、一時期は朝廷により保護されるまでの芸能になっていたのですが、内容の俗っぽさからやがて宮中にそぐわないものとされ、朝廷の庇護からは離れていきました。その後、山楽の中でモノマネ芸を起源とする猿楽が観阿弥、世阿弥の親子によって能へと大成されます。モノマネつまり猿マネということから猿楽なのですが、実在の人物を真似て演じるからモノマネということです。決して現在のお笑いのモノマネと同じということではありません。とはいえ、父親の観阿弥が作り上げた猿楽はモノマネ芸であり、格調高い評価を受けるものではありませんでした。大和猿楽と呼ばれ、俗な芸とみなされていた状況を苦々しく思っていたのは息子の世阿弥でした。一方で大海には大海猿楽と呼ばれ、天女の舞を演目にし優雅さを売りにした芸能集団がいました。世阿弥は彼らの優雅な芸風を自らの芸能集団に取り込み、自分たちの芸に幽玄というキャッチコピーをつけ、大和猿楽のブランド化を図ります。舞の姿や衣装、舞台に至るまで美を追求し、世阿弥の能はわびさびの哲学を具現化したような総合芸術として大成するに至ったのです。世阿弥は風姿花伝において人生を誕生から老いまで七段階に分けて語っています。その変化の中で人は若さや体力を失っていきますが、そうしたものを失ってもなお色褪せないものを誠の花として最も価値のあるものとしています。これはまさにわびさびのサビに通じる考え方であり、時間を重ねるたびに熟成されていくもの、そこに価値を見出す芸術こそが能であるということができるでしょう。室町時代を過ぎて武士たちが覇権を争う戦国時代に入ると、わびさびは一つの完成形に至ります。それが千利休が完成させたわび茶の世界です。猿楽の原型となる山楽が中国からやってきたのと同様に、茶道の原型となるお茶をたしなむ文化も奈良時代に中国から日本に伝えられたものでした。唐の利休という人物がお茶の立て方や飲み方をまとめた茶経という書物が日本に伝わったのが最初です。そして西暦729年には行茶の儀と呼ばれるお茶にまつわるイベントが宮中で開催されています。しかし当時の日本人はお茶を嗜好品として捉えず、どちらかというと薬と考えていて、現在でいうところの煎じ薬のように飲んでいました。このためお茶をたしなむ習慣は当時の日本では根付かず、やがて廃れていきます。再びお茶が脚光を浴びたのは鎌倉時代、臨済宗の開祖である栄西が中国からお茶の苗を持ち帰り、さらにお茶の種を京都の宇治に住む知人の僧侶に送り、そこから宇治茶の栽培が始まった頃からです。また栄西は西暦1214年に時の将軍である源実朝にお茶を献上し、武士たちにお茶を広めるきっかけを作りました。やがてお茶は飲んで産地を当てる利き茶が流行り、賭博要素が絡むようになっていきます。かなり生臭さを強めたお茶の世界ですが、室町時代中期に村田珠光が登場し、賭博などの要素を一切排除し、茶会による人と人の交流を重視するスタイルを創出します。これが後のわび茶につながる原型だとされているのです。やがて茶会は日本における世界との交易拠点である堺で盛んに行われるようになり、商人同士の交流のみならず、商人と武士が対等に交渉を行える場として利用されていきます。そして堺商人の家に生まれた千利休が屋敷から独立させた草庵でお茶を振る舞う、わび茶の世界を完成させます。わずか3畳の駒の茶室は囲いとも呼ばれ、極限まで無駄を省いた空間となっています。茶道を体験したことがある方ならお分かりいただけることですが、決してみすぼらしいわけでなく、簡素な庵にはもてなしの心が満ちていて、とても穏やかな気持ちで過ごすことができる空間です。これこそがまさにわびさびの真髄であり、
古代から日本人が培ってきた自然への崇敬、他者への敬意といたわりの心といった日本人の美意識を具現化した結晶といえるものとなっています。古代から日本人が育んできた美意識が中国から輸入された禅宗をきっかけにわびさびという概念で形となり、やがて日本独自の文化形態や哲学と融合し、日本人固有の精神として進化していった過程を見てきました。その後、わびさびの精神は江戸時代に入り、松尾芭蕉の俳諧の世界に継承されますが、江戸時代の町人文化は息を規範としたものであり、わびさびとは少々異なる発展を遂げます。その後、わびさびが注目されたのは明治時代、日露戦争前後に国威発揚が図られた時期となります。さらに戦後になり、東京オリンピックや大阪万博など対外的に日本が喧伝されるときに、わびさびはその存在が見直されるようになっています。つまり、私たち日本人が日本人らしさを見直そうとするときに、わびさびは登場するということです。社会が混沌とし、不安が募る昨今、私たちは日本人らしさを見直して、日本人としての心の強さの源となるわびさびの精神を強く持つべきでしょう。今回は学校では習わない日本人が古来から育んできた美意識、わびさびについて語りました。日本人と犬は古代から固い絆で結ばれていました。狩りのパートナーとして、そしてペットとして、日本人と共に生きてきた日本の犬たち。戦国時代や世界大戦の時代には人間と共に戦う犬さえ現れます。みんなが犬より猫を愛した時代に、一人犬を可愛がっていた歴史上の有名人や、日本の犬たちが西洋で称賛される理由など、今回は何千年にもわたる日本人と犬たちの絆について語ります。犬と人間との関わりは1万年以上前に遡ります。犬の直接の祖先となる動物がユーラシア大陸に現れたのは現在から100万年ほど前のことでした。当時、彼らが暮らしていたのは北半球のみだったといいます。40万年前の遺跡からオオカミの化石が見つかっており、その時の彼らが人類とどのような関わりを持っていたのかは不明ですが、少なくともコミュニケーションは存在していたと考えられています。最初のうちはお互いに認識をしていたものの、特に一緒に暮らしたり何かに関して協力したりという関係ではありませんでした。そんな彼らが初めて人間と暮らし始めたのは現在から1万5千年ほど前のこと。この頃になると、人間の住んでいた建物あるいは洞窟などからオオカミの化石が出土するようになります。人間に好奇心を持ったオオカミが人間に近寄り、その後徐々に一緒に暮らすようになったと言われています。このオオカミたちが人間に近づくことによって得ることができた最大の恩恵が、人間の残飯を食べることができるようになったということでした。そのため彼らは自ら狩りをする必要がなくなったのです。一方で、オオカミとの暮らしは人間にもメリットをもたらしました。それは、彼らが人間の狩りのパートナーとなったこと。オオカミはその鋭い嗅覚によって人間に獲物の存在を教えてくれ、これによって狩りの成功率が上がったのです。また、危険な動物の存在も教えてくれるなど、人間になくてはならない存在になっていきました。やがて人間が農耕を始めると、人間の生活の中で狩りという営みのウェイトは下がっていきます。オオカミたち自身も狩りを手伝う機会は減り、長かった口が短く、そして人間に対してもより友好的に振る舞うようになっていくのです。人間に懐く個体の方が、そうでない個体よりも人間に保護され、餌ももらえるので、長生きしやすく、種全体が温和な性格になっていきました。人間の方でも、狼の中から特に性格が温和なものを選んで共に暮らし、家畜として扱うようになりました。そのため、彼らは人間に対しても、より従順になっていったと考えられています。これが犬の誕生です。6600年前のイランの周辺では、羊の骨と一緒に犬の骨が見つかっており、これは猟犬ではなく、牧羊犬として人間と共に暮らしていたと考えられています。牧羊犬は羊を管理しながら、盗賊、あるいは狼などの外敵から羊を守るのが役目でした。日本列島に住む人々が犬と暮らし始めたのは、1万年以上前、縄文時代のことだと言われています。縄文時代の遺跡の中で、犬の骨が見つかったものは400以上に上り、骨が散乱した状態で見つかった場合もあれば、埋葬された状態で出土した例もあります。つまり、
一部ではあったにせよ、この頃すでに犬たちは人間のパートナーとして扱われていたのです。最も古い日本列島の犬の痕跡は神奈川県の遺跡で、犬が狩猟のパートナーとして人間と暮らしていた形跡があります。この頃日本列島に住んでいた犬は縄文犬と呼ばれ、現代でいう柴犬に近い姿をしていました。縄文犬を初めて発見したのは、縄文時代の発見のきっかけを作ったエドワード・モースで、場所もその縄文土器が発見された大森貝塚でした。この縄文犬は小型で、耳は立ち耳、そして巻き尾といった特徴を備えており、目つきは狐のように釣り上がっていました。彼らは鹿やイノシシを捕らえるための猟犬として飼われていたと言われます。さらにこの頃からすでに人間たちの家族のような扱いを受けていたことが分かっており、宮城県や愛知県で出土した貝塚では、人間の女性と共に犬が埋葬された痕跡が発見されています。現代に残る犬種で、この縄文犬の特徴を色濃く受け継いでいるのが北海道犬、琉球犬など、日本の中央部から離れた地域にいる犬たちです。またカナダのラブラドールレトリバーもこの縄文犬に近い特徴を備えているとされ、日本とアメリカ大陸の犬には何らかのつながりがあったことを示唆しています。弥生時代、朝鮮半島から渡ってきた人々と一緒に、それまで日本列島にはいなかった犬種がやってきました。彼らは弥生犬と呼ばれます。弥生犬がやってきた時、朝鮮半島から犬を食べる文化も一緒に伝わってきました。この文化は明治時代まで一部で続いていたと言われています。弥生犬たちは当初から日本列島にいた縄文犬と交雑して、現代の日本犬のルーツとなっていきました。愛知県の朝日遺跡からは、縄文犬と弥生犬の中間的な性質を持った犬の化石が出土しており、このことを裏付けています。現代の日本犬は遺伝的にはモンゴル犬や韓国犬に近いとされており、モンゴル、朝鮮半島、そして日本と移動してきたことを示唆していますが、一方で東南アジアにもルーツがあるとされています。またこの弥生犬は外からやってきたのではなく、縄文犬が変化したものであるという説もあります。現存最古の日本の歴史書「古事記」と「最古の正史」「日本書紀」には犬に関するエピソードがいくつか登場します。古事記に出てくる犬は一例だけで、雄略天皇に白い犬が献上されたというエピソードがそれにあたります。妻のもとへ通う雄略天皇が、あまりに立派なある村の村長の家に腹を立て、その家を焼こうとしますが、村長が白い犬を献上すると天皇は喜び、これを妻への贈り物にしたといいます。ここに登場する白い犬はただの贈り物としてのみ扱われ、犬の主体性や意志などは描かれませんが、日本書紀にはより多彩な犬のイメージが登場します。まず水仁天皇の時代には阿雪という名前の犬が登場し、これは日本史に名前が残っている最古の犬です。阿雪は三笠という人物に飼われていた犬でしたが、山の獣ムジナを食い殺してしまいます。するとそのムジナの腹の中から八坂にの勾玉が出てきたため、三笠はこれを朝廷に献上し、磯の上神宮に納められました。これは天皇家の三種の神器として知られる八坂にの勾玉とは別物だとされていますが、逆に両者が同一のものであるという主張もあります。また有名な大和尊の命に関しても、犬に関連したエピソードが伝えられています。大和尊の命が道に迷った時、白い犬が現れ道を教えてくれたというものです。そして物部の守屋が滅ぼされた時、その家来であった鳥部のよろずという人物が朝廷に攻められて自ら命を絶ちますが、その飼い犬であった白い犬が主人の遺体のそばで吠え、遺体の頭をくわえて古い墓に据え、そこに伏したまま餓死してしまったとのことです。朝廷はこの白い犬を主人に忠節を尽くしたと褒め、墓を作らせました。また雄略天皇の時代には天皇に背くことばかりを繰り返していた林のおまろという人物が、家を焼かれた際巨大な白い犬の姿に変身して家から飛び出したという話があります。これは人が犬に変身するというパターンの伝承です。奈良県のだるま寺という寺院の伝承によると、聖徳太子は雪丸という白い犬を飼っており、この名前は雪のように白い毛から来ているとのこと。さらに聖徳太子はこの雪丸について言葉を話すことができ、今日も唱えられると述べています。
聖徳太子より少し後の天武天皇の時代になると、動物の殺生を禁止した仏教の影響から肉食禁止令が出されます。この肉食禁止令は牛や馬、猿、鶏と共に犬を食用にすることを禁止するもので、逆に言えばこれらの動物が当時の日本でメジャーな食肉にされていたことがわかります。その後、犬はもっぱら人間の役に立つための飼役犬、あるいはペットとして飼われるようになりました。日本書紀には犬飼部という集団が登場します。これは犬を養育することを生業とし、朝廷に仕えた集団のことで、ここで養われた犬たちは朝廷の直轄地、三宅の警備のために使われていたといいます。現代でも三宅という地名と犬飼いという地名が近いところに存在するという例が多く見られ、これが両者に密接な関係があったことの証拠とされています。この犬飼い部を率いた氏族としては、あがたの犬飼いの村獅子、甘犬飼いの村獅子、若犬飼いの村獅子などがおり、犬飼い部そのものの機能が廃れていった後も三宅の守衛をしていた関係から軍事士族として活躍していました。代表的な例としては、蘇我のイルカ暗殺の際に活躍した葛城の若犬飼いの村地阿弥陀などがいます。平安時代には犬の人気は低下していきます。これは神道の影響で汚れた動物とされたからでした。また平安京においては野良犬が人の残飯や排泄物、そして打ち捨てられた人間の遺体を食べる様子が見られ、このことも犬の人気を押し下げる要因でした。一方で猫はペットとして高い人気を獲得していました。猫はもともと仏教の経典が多く日本に入ってきた時、その経典をかじってしまうネズミを取るためのものとして日本に輸入されたとも言われ、大切に扱われていたのです。現代の日本においては、飼い犬はリードなどでつなぎ、飼い猫はつながれることがないというパターンが多いですが、この時代は逆で、猫は紐につながれて大切に飼われ、犬は存在な扱いを受けていたといいます。枕草子によると、一条天皇が飼い猫に名武の音戸という名前を与え、さらに少なくとも15位以上の官位を与えていました。ただ全ての人々に忌み嫌われていたかというとそうでもなく、鷹狩りのお供や番犬などといった私益犬としての役割を相変わらず果たし続けていました。そしてこの時代には少数派だった犬好きな貴族の一人が藤原道長です。自分の建てている寺の建設現場に毎日通っていた道長でしたが、道長がその門をくぐろうとすると、飼っていた白い犬が立ちはだかり、それ以上前に進めません。陰陽師である安倍の生命を呼んで調べたところ、そこに道長への呪いを込めた瓦家が埋まっており、道長は自身に対して呪いをかけている者がいたと知ります。白い犬はそのことを察知して主人を守ろうとしていたのでした。このため道長はより一層この犬を可愛がるようになったといいます。中世になると貴族に代わって武士が台頭します。彼らは日常的に武芸の鍛錬をしていましたが、そこで犬が使われました。犬を追うものは鎌倉時代から行われるようになった武士のメジャーな鍛錬法の一つで、範囲の決められた競技場に150匹の犬を放ち、騎馬武者たちがその中で決められた時間内に何匹の犬を射ることができたか競うものです。矢によって犬が命を落とすことがないよう、犬打ち引き目という特殊な矢が使われていました。そして同じく鎌倉時代からは、犬を檻に入れて戦わせる遊び闘犬も流行します。この犬大物と闘犬の両方に熱中したのが鎌倉幕府の実質的なトップであり、最後の北条徳宗家当主であった北条高時です。高時はこれらの遊びに溺れるあまり政治を顧みなくなり、ついには幕府が滅びることになってしまったとされています。南北朝時代になると戦が増え、その中でも犬は人間のパートナーとして伝令や偵察の役割を与えられていました。その中で命を失った犬たちのため、人々は塚や墓を作って弔ったといいます。特に犬を軍用に用いた人物として有名なのが太田助政です。太田助政はかなりの犬好きとして知られており、居城の岩槻城、市城の松山城で合計50匹を飼っていました。犬と毎日のようにじゃれ合う助政は、家臣や領民たちから奇妙な人物として認識されていました。ある時、北条氏康に市城の松山城が包囲されてしまいます。松山城の家臣たちは使者を本城の岩槻城の助政に送り、
援軍を求めようとしますが、その使者が北条氏に阻まれ、ことごとく討ち取られてしまいます。その時、助政が常々危機に陥ったら犬を放てと言っていたのを誰かが思い出します。そしてその通りに犬を放ったところ、北条氏の軍も何十匹もいる犬のすべてを討ち取ることはできず、岩槻城に駆け込んできた犬を見た助政は素早く援軍を送り、松山城を守ったのでした。また室町時代にはヨーロッパとの貿易が行われるようになり、それらの国々からそれまでの日本にはなかった犬種がもたらされました。安土桃山時代になると戦国大名に権力が集中するようになり、広大な領地からの年貢収入、あるいは貿易の利益などで富を蓄積する戦国大名も現れます。このような人々は権力の象徴として犬を飼うこともありました。しかし天下人となった豊臣秀吉だけは犬を権力の象徴にするのではなく、虎の餌にするために犬を飼っていたといいます。江戸時代になり平和が訪れると、犬たちも戦に駆り出されることはなくなり、代わりに与えられた役割がお伊勢参りです。江戸時代は農業技術の発達や貨幣経済の浸透により、農民も徐々に現金収入を得ることができるようになっていきました。生活に余裕のできた農民は旅行に関心を持ちましたが、江戸幕府は農民の移動を厳しく規制していきます。そんな中で抜け道として用意されたのが寺社への参詣の旅という名目でした。特に流行したのが伊勢神宮への旅で、日本に生まれた以上一生に一度は伊勢神宮へ参拝するべきとする観念が育っていきました。遠方から長期間かけて伊勢まで旅をする場合にも、沿道の人から施しを受けることができたため、それほど裕福でない人でも伊勢参りをすることができました。しかし一方で、それでも病気などの理由で参拝の旅ができない場合、人々が頼ったのがそれぞれの飼い犬です。これはおかげ犬と呼ばれ、首に道中必要になるお金と伊勢参りをする犬であることを書いた札を下げていました。もちろん犬が単独でそれぞれの土地から伊勢まで行ったわけではなく、近所で伊勢参りに行く人に連れて行ってもらったということのようです。しかし中には、道行く人が伊勢の方向へリレー式に連れて行ったという資料もあります。彼らがそのような親切な行為をしたのは、伊勢参りに行く犬の案内をしたり、そうした犬に食べ物を与えたりする行為も自身の徳を積み、伊勢神宮のご利益に預かれると考えられていたからです。そして江戸時代、日本人と犬との関わりに大きな影響を与えるある政策が実施されます。それが徳川綱吉の悪法として有名な生類憐れみの令です。生類憐れみの令は、犬や猫、鳥や魚、虫、そして捨て子、病人、高齢者を手厚く保護することを目的とした法律であり、その動機については、子供を失ったことを嘆いた綱吉に僧侶である流行が、子が欲しければ摂政を慎めとアドバイスされたこととされていましたが、現在ではこの政策は戦国時代の人命軽視をする風潮から脱却し、人命を大切にする風潮を作り出すことを目的としていたとする主張も多くなっています。この政策の一環として中野御用屋敷が建てられます。これは野犬や捨て犬を収容するために作られた施設であり、専門の幕府の役人が犬たちの世話をしていました。当時江戸には野良犬がたくさんいましたが、それが人間に噛みつく、捨て子を食べてしまうなどの深刻な事態を引き起こしていました。しかしそもそも生類憐れみの令があるため、これらの野良犬の命を奪うのは論外です。そこでこうした野良犬と人間の共生のため、野良犬を一箇所にまとめて収容したのがこの中野御用屋敷なのです。最盛期にはこうして収容された犬は計10万頭にも上り、世話をするために6000人が必要とされました。たびたび登場したように、江戸時代は個人で犬を飼うということも多く、そのような人々のために犬の飼育の指南書も出版されました。その代表例の一つが暁の鐘なりによる犬供養蓄伝です。これは犬がよくかかる病気や怪我、また寄生虫を駆除する方法から病気の犬の栄養管理、そして犬を飼う者の心構えまで書き記した書物であり、特に必読なのが著者が犬の習性飼育、すなわち最後まで面倒を見るべきであることを訴えているという点にあります。明治時代になり、再び西洋諸国との交流が活発になると、
日本に西洋の犬種が多くやってくるという事態が起こります。ペットとして犬を飼う人も増え、人々はますます犬に親しむようになりますが、一方で外来の犬種によって日本の在来種の純血が失われるという事態も起こり、これを守ろうという動きも広まってきます。またこの頃には犬が食用にされることはほぼなくなっていました。日露戦争、そして世界大戦の時代になると犬も人間と共に戦場に赴きます。爆弾の捜索や負傷兵の捜索、そして伝令などの役割を与えられ、人間の兵士と同じように軍用犬もその出征に際して多くの人の見送りを受けるなど、よく知られた存在となっていきました。多くの犬が戦場で活躍しましたが、当然ながら命を落とす犬も多くいました。さらに第二次世界大戦になると、物資不足のため猫と共に毛皮や皮を取られてしまう例も多かったといいます。また肝心の戦場でも近代兵器の攻撃になすすべもなく命を落としてしまう軍用犬も多くいました。第二次世界大戦後、自衛隊の前身となった警察予備隊では警備犬が採用され、犬たちは再び日本の平和を守ることになります。陸上自衛隊では廃止されてしまいましたが、海上自衛隊や航空自衛隊では警備犬として現在でも活動しています。また警察でも災害救助犬が運用されているほか、民間の NPO 法人も災害救助犬を保有しています。このように災害救助や警備、また身体障害者補助犬など、日本人のパートナーとして多くの犬が活躍しているほか、もちろんペットとして飼われる犬も多くいます。縄文時代から固い絆で結ばれてきた日本人と犬たち、人と犬の関係における他国との違いは、犬を食べることが圧倒的に少なかったということのほかに、日本は欧米のような作出をしなかったということもあります。作出というのは新しい品種を作り出すことであり、西洋では特に狩猟目的で多くの犬種が作出されてきました。例えば狩りにおいて獲物を探すための猟犬ダックスフンドは胴長短足なのが特徴ですが、これは頭が地面に近くなり獲物を見つけやすいように作出された犬種です。そしてレトリバーは主人が撃った獲物を拾ってくることを主な役目としていますが、彼らは獲物を傷つけないようソフトに獲物を噛むことができます。またブルドッグは低い鼻が特徴ですが、これは獲物に噛みついたまま鼻で呼吸できるように品種改良された結果です。ブルドッグは牛をはじめとした大型動物をその獲物とすることが多いため、獲物に噛みついたら離れないということが求められます。そのためこのように鼻で長時間呼吸することが求められているのです。日本でも猟犬として使われた犬は多いですが、日本人は作出をしませんでした。そのため現在でも古代から人間と共に生きてきた秋田犬、四国犬、紀州犬、土佐犬などその土地の名前を冠した品種が生き続けています。日本人はあくまでも自然に存在し、その地域の環境に適応した犬の特性を尊重し、そして彼らと共に生きてきたのです。そんな日本人と犬の関わりについては海外からも称賛の声が上がっています。飾りげなく素朴な見た目の秋田犬は特に人気で、かつて日本でチワワ、ダックスフンドなどが人気を博し、素朴な日本犬の人気が落ちたのと同時期に、そのような日本犬は海外で人気になったといいます。それから何十年も欧米ではこうした日本犬が人気を保っています。日本の犬は一般家庭で番犬のような役割を果たすことも多く、見知った顔であっても飼い主以外には心を開かず、不審な人物が来たら吠えて追い払うという光景は様々なところで見られます。これは実は欧米の犬にはなかなかできないことなのです。欧米の犬は社交的ではありますが、どんな人にも慣れ親しみ、番犬のような役割には適していません。そのためその素朴な見た目もあってか、日本の犬のことをまるで侍だと評価する海外の人も多いのです。2009年、8約束の犬というリチャード・ギア主演の映画が公開され、欧米で絶賛されました。これはそもそも1987年公開の日本映画ハチ公物語のリメイクであり、渋谷駅前の銅像でも有名な忠犬ハチ公を題材にしたものです。忠犬ハチ公とは、飼い主である大学教授が亡くなった後も渋谷駅で毎日その帰りを待ち続けていた犬で、
この物語は大正時代に実際にあった出来事をもとにしています。縄文時代には狩りのパートナーとして、そして戦国時代や近代には戦いのパートナーとして、そしてもちろんペットとして、日本人と共に歴史を歩んできた日本の犬たち、その固い絆は海外の人々にも感銘を与え続けています。彼らと日本人の絆の歴史は今後も続いていくことでしょう。今回は日本人と犬たちとの関わりについて語りました。神話の中に記された日本人の綺麗好きの原点とは、コロナ対策の行動制限が解除され、以前の日常が取り戻されつつある昨今、外国人旅行者の入国制限も緩和され、観光地は活気づき、インバウンド需要も回復してきました。日本政策投資銀行と日本交通公社が共同で、アメリカやイギリスなど12地域の約6000名に旅行に行きたい国に関しアンケート調査したところ、なんと日本が堂々のトップを飾る結果でした。その詳しい理由も調べられていて、食事の美味しさ、治安の良さと並び、日本の清潔さが高評価を得ていると分かりました。けれども、有名な観光地であるハワイのホノルルも綺麗な街ですし、海外の主要都市と比べて日本が突出して清潔なわけではありません。それでも海外の人たちが日本を清潔と感じるのは、細かく行き届いた衛生習慣が理由かもしれません。例えば、飲食店のおしぼりは私たちには当たり前ですが、海外にはないサービスで、こうした日本独自の衛生観念が特別な清潔さを感じさせる要因になっているのでしょう。今回の動画では、古代から続く日本人の衛生観念が1700年前の国難を救ったとされる事例を紹介し、日本人がしっかり掃除をしたり、毎日お風呂に入ったりする行動の背景について考えていきます。今回は学校では習わない日本の衛生観念の歴史について語ります。貝塚というと、戦死時代の人々のゴミ捨て場と理解している人が多いと思います。確かに出土する大量の貝殻や動物や魚の骨、他にも土器の破片や石器などが見つかっていて、当時の人々が生活廃棄物を捨てていた場所であることは間違いないようです。しかし近年の研究では、貝塚は単なるゴミ捨て場ではなく、慰霊と鎮魂の場であったとも考えられています。貝塚から人骨が発見される事例もあり、死者を丁重に埋葬する風習を持っていた戦死時代の人々が、単なるゴミ捨て場に死者を放置するとは考えにくく、貝塚には魂を送る場としての意味があったとされています。先ほど貝塚からは土器の破片などが見つかると言いましたが、こうした使い切った生活の道具も単に捨てていただけではなく、鎮魂の気持ちを込めて貝塚に埋葬していたのかもしれません。視聴者の皆さんは、今も全国に残っている針供養という風習をご存知でしょうか。これは事納めとされる12月8日や事始めとされる2月8日に行われていて、日常的な仕事を休む物意味の日に神社に使えなくなった針を納める風習です。折れたり曲がったりした針を豆腐やこんにゃくなど柔らかいものに刺して、長く働いてくれた針をお疲れ様、ありがとうとねぎらう意味があるとされています。物を大切にする日本人らしい、とても素敵で美しい風習です。普段は針を使う機会のない人でも、こうした気持ちは感覚的に理解できると思います。おそらく日本人であればこうした精神を持っていて、それは戦死時代の人々も同じだったかもしれません。貝塚に土器や石器などの使い終えた日用品を投棄する際、感謝の祈りを捧げていたのではないでしょうか。さらに言えば、食べ終えた貝殻や動物や魚の骨もただ捨てていたわけではないでしょう。私たち日本人は食事の前にいただきます。食事の後にはごちそうさまという習慣があります。これは農家や漁師など食べ物が食卓に上がるまでに仕事をしてくれた人に感謝するとともに、食材となり命を捧げてくれた動植物に感謝する意味があります。これもまた古くから続いてきた風習で、日本人であれば当たり前のように持っている精神でしょう。戦死時代の人々も食べ終えた動植物に対して感謝を捧げながら貝塚に投棄していたかもしれません。日常の場をきれいに整え、不要となったものを処分する際に感謝とねぎらいの気持ちを持って行う、縄文や弥生の時代から日本人の心の中に培われてきた衛生観念の土台となる精神なのかもしれません。続いては古代日本における衛生観念の歴史について考えてみます。環境をきれいに保つ上でゴミの掃除も重要ですが、
水の処理を考えることも欠かせません。日本は戦死時代から古墳時代を経て、王が頂点に君臨する大和王権の時代、そして天皇が国家の中心となる大和朝廷の時代を迎えました。乱立していた国々が一つにまとめられ、権力が集中していくにつれて、中心地となる都には政治を司るため宮殿と管理たちが住む町が必要でした。西暦694年に現在の奈良県橿原市と飛鳥村の一帯に、日本では初めて中国の情報制を取り入れた本格的な都城となる藤原京が建設されました。鳴り物入りで建設された唐風の首都でしたが、すぐに平城京に遷都されてしまいます。なんと大きな平城京と日本史の授業で記憶した方も多いと思いますが、西暦710年に遷都が決まり、藤原京はわずか16年でその役目を終えたことになります。実はこの遷都は天皇の代替わりが理由ではなく、下水処理の失敗によるものだったとする意見があります。藤原京は中国の思想を取り入れて建設されたため、天子南面巣という、君主は北を背に南に向かって政治を行う形を取り入れた都市となっていました。しかし藤原京のあった場所に流れる飛鳥川は南西から北西に向かって流れているため、下流にあたる宮殿のある場所が都市の下水を集めてしまう構造になっていたのです。この反省を生かした平城京は、北から秋篠川と佐保川を流し込み、北から南へ向かって水が流れる構造になっていました。これにより最もきれいな状態の水を宮殿が利用できるようになりましたが、別の問題が発生します。自然の川を利用したため、大雨には水があふれ、日照りが続けば水がないという事態となりました。さらに佐保川の上流域にあたる場所に東大寺が建立されることになり、大仏の鋳造が始まりました。この建設工事に伴う排水が佐保川を通じて平城京に流れ込み、水質の悪化が進んだとされています。これが直接の原因か分かりませんが、西暦784年に長岡京に、さらに西暦794年に平安京へ遷都します。こうして平城京も100年を待たずして、その都市機能の終わりを迎えることになりました。平安京では東の鴨川や西の御室川の流量をコントロールしつつ利用し、城内の堀川に流し込んでいく充実した水利用のシステムが完成していたと考えられています。平安京が千年の都と呼ばれるほど長く続いたのは、都市のインフラが整っていたためとされています。しかし、いくらインフラが整ったとしても、そこに暮らす人々のマナーが守られなければ、暮らしやすい正常な環境を保つことは難しいでしょう。それでは次に、住環境を正常に保つ掃除の概念がどのように日本に根付いたか見ていきます。古代の日本人がトライ&エラーを繰り返しながら、しっかりとした水管理システムを整えて、千年の都と呼ばれた平安京を作り上げるまでの過程を見てきました。けれど、立派な上下水道インフラを作っても、保守管理を怠り設備を劣化させてしまえば、まさに水の泡。水に関わる設備だけでなく、公的な施設や私的な建物に至るまで、都市空間を清潔に保つには定期的なメンテナンス以上に日々の清掃がとても重要な役割を果たします。それでは、環境の快適さを生み出す掃除の習慣はどのように日本に定着したのでしょうか。日本の重要な歴史書である古事記には掃除に関する記述があります。女神の仕立てる姫の命が夫である天の若彦を亡くし、葬儀を行う際に鳥のさぎを葬送の場で掃き掃除する役目にしたとの記述があります。これを見ると、日本では神話の時代から掃除の風習があったと考えてしまいますが、古事記が成立したのは西暦712年、奈良時代の元明天皇の治世のことです。8世紀の日本人が持っていた衛生観念で書かれた創造の産物であると考えるのが賢明な判断です。それ以前から行為としての清掃はあったと思われますが、概念としての掃除は公に日本に仏教が伝わった6世紀頃から仏教思想と同時に伝わってきたと考えられています。その後、7世紀中頃の一種の変に始まる国政改革、大化の改新を境にして、日本の貴族社会に掃除の実践が定着していったとされています。宗教である仏教に起源を持つためか、古代の日本において掃除は宗教的な意味を持っていて、汚れを清めるための儀式として掃き掃除が行われることがあったようです。東大寺の正倉院には
根の日の目時の放棄と呼ばれる。穂先にガラス玉を取り付けた宮廷の儀礼に使われた箒が残されています。こうした儀式としての掃除は平安時代にも受け継がれ、すす払いや大掃除といった現代まで続いている風習が生まれたのもこの時期だと考えられています。平安時代には掃除道具も進化し、 T 字型の棒の先に布を取り付けたモップのような道具が登場しています。また平安時代中期に編纂された法典である延喜式には宮中をはじめとした掃除について厳しい取り決めが記載されていて、家紋の寮という掃除を担当する部署が設置されました。貴族社会だけでなく庶民の間に掃除の概念が普及したのもこの時期とされていて、すす払いや大掃除の風習が広まり、掃除という言葉が広く定着していったと考えられています。現代まで続く大掃除にどこか宗教的な意味が感じられたり、学校や地域の清掃に道徳的な意味が感じられたりする理由には、日本の古代における掃除の始まりが仏教思想を起源としていた背景があったのです。そうした精神文化があればこそ日本の衛生観念は高くなり、しっかり行き届いた清掃を行い、その結果日本は海外の人たちから清潔と好感を抱かれる国になれたのでしょう。けれども国全体が清潔との高評価を得るには、掃除して環境を美しくするだけでは不十分です。私たち日本人自身、私たちの体がきれいである必要もあります。毎日お風呂に入らなければ気持ち悪いと感じてしまうのが一般的な日本人だと思いますが、そんな清潔好きな私たちの習慣がいつから始まったのか見ていきましょう。掃除の概念が仏教思想から始まったことを紹介しましたが、体を洗う行為にも宗教的な背景があります。神道の世界では清らかな水を浴びることによって罪や汚れといった不浄なものを体から取り除く禊という儀式があります。もちろん私たち日常の入浴がそうした宗教的な意味を持つわけではありませんが、湯船に浸かるとその日あった嫌なことを忘れてリラックスできる、そんな気持ちになりませんか。宗教とまではいかなくても、日々に積もる精神的な汚れをリセットしてくれる感覚があると思います。意識はしていなくても私たちは入浴によって小さな禊を繰り返しているのではないでしょうか。お湯のきれいさを保つため入浴前にかけ湯をするのもマナー以上の精神的な背景があるのかもしれません。日本における禊のルーツは先ほども登場した古事記に記述を見ることができます。国生みを行った男性神であるイザナギは、失った妻であるイザナミに会うため死後の世界である黄泉の国を訪れたのですが、元の世界に戻った際汚れを落とす禊をしました。その結果アマテラス大御神が誕生するという非常に重要なエピソードとなっています。先ほども述べた通り、古事記は8世紀に入ってから編纂された歴史書であり、神話の時代に関する記述は歴史学的な観点からは信憑性が低いとされる内容です。しかし日本における禊の歴史はかなり古くからあったことも分かっています。中国の正史である三国志には魏志倭人伝があり、まだ文字による歴史書を残していなかった日本の3世紀頃の様子を伝える貴重な資料です。史実を記載した資料としての信憑性も高く、この中に当時の日本の風習を記した箇所があり、人が亡くなると葬式を行い、終わった後は水に入って体を清めるとなっています。これはまさに禊のことであり、3世紀頃から風習としてあったことが証明される内容です。外国人である中国人が歴史書に書き残すほど当時の和である日本の独特な風習だったのでしょう。日本を旅行してその衛生観念に驚き、 SNS やブログに投稿する現代の海外の人々とどこか似ています。今も昔も海外からの日本の評価が同じようで、とても面白いことだと思います。そんな体を清める禊の文化が疫病の蔓延、つまりパンデミックを抑えたかもしれない1700年前の日本にあったとされる出来事をご存知でしょうか。それでは次に崇神天皇の治世に起きたとされるパンデミックについて語ります。2019年の末から始まったコロナ禍で、私たちはパンデミックの恐ろしさを体験しました。手洗い、うがいの励行、マスクの着用、行動制限など当たり前の生活が制約を受ける日常でした。飲食店ではパーテーションで席を区切り、神社においては弔辞者が使用制限されるなど、
それまで当然のように共有していた場所の風景が大きく変わったことは記憶に新しいと思います。実はそれと同じような出来事が古代の日本で起きていたとされているのです。その出来事は日本の正史である日本書紀に記された崇神天皇の治世に起きたとされる疫病の蔓延です。崇神天皇が即位して5年後、現代でいうパンデミックが日本国内で起こったとされています。非常に深刻な病気だったようで、当時の人口の半分が失われたとのことです。この疫病の正体が何であるのか詳しいことは分かっていませんが、日本では似たような疫病の蔓延が他の時代でも起きていて、欽明天皇が治めた6世紀後半、そして藤原不比等が活躍した奈良時代初期にも同様の危機に見舞われたようです。欽明天皇治世の疫病について、見焼かれ打たれ砕かるるがごとく低休して死すっと日本書紀に症状が書き残されていて、疫病の正体は天然痘と推測されています。おそらく崇神天皇の治世に起きた疫病も同じく天然痘によるものだったのではないでしょうか。そしてこの疫病蔓延の背景には外国人が日本に往来するようになった事情があると考えられていて、欽明天皇の治世や奈良時代の初期には海外との交易が盛んに行われていたとされています。また古事記によれば崇神天皇は西暦258年もしくは318年に崩御したとされており、3世紀から4世紀頃に存在していたと考えられている人物です。先ほど魏志倭人伝について触れましたが、この歴史書は3世紀頃に編纂されたもので、この時期も両国の間で人間の往来が盛んにあったと推測できます。コロナもそうでしたが、海外からの人々の往来が疫病を蔓延させる一つの原因となっています。おそらく古代の疫病も海外から持ち込まれ、免疫力のなかった日本人に拡散したのではないでしょうか。21世紀の世界では蔓延した病気を収束させるために国外からの入国を制限したり、行動制限をしたり、ワクチン投与といった対応が行われたことは視聴者の皆さんもご存知の通りです。実は崇神天皇の頃に起きた疫病の蔓延の際にも現代の疫病対策に似たような対応がされていました。日本書紀に残された記述から当時のパンデミック対策がどのようなものだったか見ていきます。古代には顕微鏡がありませんでしたから、疫病の原因が細菌やウイルスだと知るすべもなく、未曾有の危機に直面した人々はそれは神の怒りだと恐れるしかありませんでした。崇神天皇は祈りを捧げて神託を得ようとしたり、神の祀り方を変えてみたりしましたが効果はなく、このため沐浴再開をして宮中をきれいに清めたとされています。沐浴とはつまりみそぎのことで、清らかな水で体をきれいに洗うことです。再開とは物意味と同じ意味で、一定の期間はある種の行動を慎むことを意味します。西暦757年に施行された養老律令の神義令に当時の物意味の具体的な内容が決められています。そこでは死者の弔いや仏事の法要を行うこと、病人を訪問することや汚れに関わること、神事のための雅楽以外で音楽を演奏すること、さらに肉食を禁止しています。おそらく崇神天皇の再会でもこれらと同様の行動がなされたのではないでしょうか。そしてこの行動はコロナ禍で私たちが感染防止とまん延防止のために取った行動ととてもよく似ていると思いませんか。私たちもしっかりと手を洗い、手指の消毒を行って体をきれいにしていましたし、アルコール消毒をして住環境や公共スペースをきれいにすることに努めていました。結婚式などの傾聴で人が集まることや祭りなどの神事も中止となり、コンサートや音楽フェスなども自粛により開催を取りやめることがほとんど、病院や介護施設では面会が遮断されるなど様々な行動制限があったと思います。私たちの時代は病気の原因が何であるかわかるくらいに科学が発達していて、その知識を前提にしてパンデミックの中で生活様式の変化を受け入れてきました。当時そうした科学的根拠を持っているわけでもないのに、1700年前の古代の日本において現代と同じような感染防止策を結果的に取っていたとするなら、これはすごいことです。君主である天皇がそうした行動を取ったのであれば、臣下となる貴族たちも同じ行動をしたでしょうし、もしかすると庶民の間にも同様の行動が広がっていたのかもしれません。崇神天皇による沐浴再開と宮殿浄化の後、
疫病は徐々に収まっていったとされています。当時としては宗教的な観点から取った行動であっても、現在のパンデミック対策と同等の結果をもたらし、疫病の封じ込めにつながったのかもしれません。神道の儀式である禊と崇神天皇治世のパンデミックについて見てきました。水で体を洗う行為の背景に古くから続く日本独自の宗教観があることがお分かりいただけたと思います。その風習が期せずして疫病に対して感染防止策となり、未曾有の国難を救った事例について語りました。掃除の概念が6世紀の仏教伝来とともに日本に伝わったとお伝えしましたが、入浴の文化も同じ頃に日本に伝わってきたと考えられています。仏教思想において入浴は七病を除き七福が得られるとされていて、入浴の素晴らしさを説くお経までもが存在しているとのことです。当初は浴室を備え付けた寺院の中で行われていた習慣でしたが、一般民衆にも開放され、世浴と呼ばれる布教行為の一環として広がっていきました。特に有名なのが聖武天皇の妃である光明皇后で、彼女が回帰した奈良の法華寺において、皮膚病の貧しい庶民の背中を自ら流したという逸話が残っています。ただし当時の入浴スタイルは現在と違って湯船に浸かるのではなく、蒸し風呂で汗を流してから水で沐浴するというものでした。これは現代でいうところのサウナです。古代の日本人も現代人と同じく整えていたのかもしれません。このような蒸し風呂のことを室と呼び、これが風呂の語源となったと言われています。湯船にお湯を張って肩まで浸かる浴槽は末風呂と呼ばれますが、このスタイルが登場したのは江戸時代17世紀前半になってからと言われています。時代の移り変わりとともに、入浴して体を洗うことに宗教的な意味は薄れて、体を清潔にしたり疲労回復やリラックスしたりするための習慣となっていきました。しかしその根底には古代から日本に培われてきた宗教観が残っているのかもしれません。例えば温浴施設で滝のように流れる打たせ湯があると滝行の真似を始めてしまう、そんな経験がある人は少なくないと思います。それこそが古代の禊の時代から続く日本人の DNA に刻まれた衛生観念なのかもしれません。今回は日本を訪れる海外からの旅行者たちが驚く日本の清潔さについて語りました。住環境や公共スペースの美しさを保つ掃除の習慣にも、体をきれいにする入浴の習慣にも、古代から続く宗教的な意識が精神の根底にあることがお分かりいただけたと思います。動画の中で紹介した古事記や日本書紀における神話時代の内容は、一部の歴史学者からは信憑性が低いと言われるものであることをご承知ください。一方で崇神天皇は実在した可能性がある最初の天皇とする歴史学者がいることもご紹介しておきます。今回は1700年前から続くとされる日本人の衛生観念について語りました。君が代は古代のバースデーソングでした。明治時代に作曲された日本の国歌君が代ですが、その歌詞に関しては1000年以上前の古今和歌集にまで遡ることができます。その頃この詩は大切な人に贈る誕生祝いの歌として作られましたが、紆余曲折を経て近代化を目指す明治政府に見出され、国歌として採用されることになります。この君が代には作曲後すぐに忘れられてしまった現在の君が代とは別バージョンの曲、そしてそもそもこの詩を作った古代の名もなき男など知られざるエピソードが数多くあります。今回はそんな謎に満ちた国歌君が代について語ります。国歌というのは国を象徴する歌のことですが、各国でこれが定められるようになったのは16世紀頃からでした。最初に国歌を定めたのはオランダであると言われ、そのタイトルはヴィルヘルムスです。これは制定された当初は王室歌という扱いでした。このヴィルヘルムスは16世紀オラニエ公ウィレム1世がオランダを侵略するスペインと繰り広げた戦いについて歌ったもので、国歌としては世界最古のメロディーであるとともに1番から15番まである長い国歌としても知られています。日本人に最も馴染みのある外国の国歌の一つはアメリカ合衆国の国歌星条旗でしょう。ニュースやスポーツ、そして映画などでもよく耳にするこの曲は、米英戦争の際にイギリス軍に拘束された経験を持つ詩人フランシス・キーがその時の心情を歌ったものです。
日本の国歌である君が代は1999年の国旗国歌法によって正式に法制化されました。しかし実質的に国歌になったのはもっと古く、1893年にまで遡ります。この年、文部大臣の井上小鷲の告示によって公式の儀式で使用されるようになり、1930年には公に国歌であると認識されるようになりました。このように曲のついた近代的な歌として制作されたのは明治時代ですが、実は君が代の歌詞そのものはその1000年ほど前から和歌として存在しました。その初出は古今和歌集です。しかしこの歌は読み人知らず、すなわち作者のわからない歌とされています。君が代の君は一般的には天皇を指すものと理解されており、これに関しては後ほど触れていくのですが、ひとまず天皇のことだとして、その生命が千代に八千代に、すなわち長く続くように祈るというのがこの歌の中心的なテーマです。このような思想はこの歌によって初めて登場したものではなく、それ以前の時代から存在しました。千代に八千代にを文字通り現代語に訳せば千年も八千年もということになるのですが、この歌詞はそのような具体的な時間を意味しているのではありません。日本語の八にはそもそもたくさんのという意味があり、千代に八千代には非常に長い時間という抽象的な意味で捉えるのが適切です。千代に八千代にに似た言葉は日本書紀において蘇我馬子が推古天皇に宛てて述べた以下のようなものが挙げられます。これ陛下千秋万歳に至るまでに記憶よもの大屋島を治めた舞。千秋万歳というのは中国に由来している言葉で、これは天皇の寿命が長く続きますようにという祈りの言葉であると解釈することができます。しかし特に古代においては、天皇をはじめ王や君主の生命はそのまま共同体の生命に直結するとみなされ、王や君主が生きる限りその生命エネルギーによって共同体も安泰であるという思想がありました。そのため天皇が神であったとしても、その一個人あるいは一柱の神の命の長さを祈るのみならず、それに連動する大和王権の末長い繁栄を祈るのがこの千秋万歳であったと捉えることができます。このような思想が君が代の千代に八千代ににつながっていったと見ることができ、これも天皇個人というより、それと合わせて日本の末長い繁栄を祈るという意味を読み取ることができるでしょう。そうして作者は不明ながら古今和歌集に君が代の原型となった和歌が収録されます。後の時代には君が代は平安貴族なら誰もが知っている有名な歌となりました。鎌倉時代には和漢朗詠集にも同じ歌が収録されます。この歌は鎌倉時代頃になると徐々に庶民にも広まっていき、宴会のお開きの歌として、また田楽などの場面で広く採用されました。そしてこれを家臣の精神教育のために利用したのが薩摩藩です。16世紀薩摩島津氏の島津忠義は君が代が薩摩武士たちに広まるきっかけを作りました。彼は島津氏の分家である伊作氏の当主であり、戦国時代の最中であった1492年に生まれています。彼は武勇に優れた人物でもありましたが、儒学、神道、仏教などにも精通し一流の知識人でもありました。ある時家督相続争いによって険悪になった家臣団を結束させようと、忠義は家臣たちの精神教育に力を注ぐことになります。そこで軍略や武士としての心構えについて歌ったいろは歌を普及させ、さらに従来の琵琶を改良し勇壮な音を鳴らせるようにした。薩摩琵琶という楽器まで作り出しました。この琵琶はそもそも庶民に仏教の教義を教えるために演奏されたものだったのですが、忠義はこれをより大型の楽器とし、そして武士に好まれる勇壮なスタイルで演奏するよう改良しました。その一連の流れの中で薩摩琵琶によって演奏される曲として作り出されたのが蓬莱山という曲であり、これは忠義が自ら作曲したものだとされています。この蓬莱山の一部として君が代は千代に八千代にと続くあの読み人知らずの歌が盛り込まれているのです。このようにして薩摩の武士たちに親しまれてきた君が代は、薩摩が権力を握った明治時代、東京の明治政府に彼らが多く参入することによって全国に知られるようになり、
明治天皇も薩摩琵琶を好んでいたと言われます。そしてこのようにして蓬莱山の一節君が代が国歌として採用される、素地が整っていったのです。君が代の歌詞の前半部分は、これまで見てきたように君の命が長く長く続きますように、あるいはその知性や治める国家が長く続きますようにという意味でした。では後半部分のさざれ石の岩尾となりて苔の蒸すまでというのはどういう意味なのでしょうか。まずさざれ石というのは石の名前なのですが、漢字ではさざれ石、すなわち細かい石と書き、字面だけを見ればこれは小さな石という意味になります。それが大きくなり岩となって苔が生えるほど長い期間までというのが、この部分の歌詞の直接的な意味です。しかし石が大きくなって岩になるというのはどういう意味なのでしょうか。通常岩は川上にあり、それが川に流され砕かれることで石、そして砂になっていきます。つまり大きな岩は年月をかけだんだん小さくなっていくのですが、実はこのさざれ石というのは例外です。さざれ石は炭酸カルシウムや水酸化鉄が主な成分で、これが雨水で溶け出し、他の小さな石と石の間で接着剤のような働きをして小さな石同士をつなげ大きな石にするという結果を生み出します。これがさざれ石の岩尾となりてに歌われた石が大きくなって岩になるという描写の実態だったのです。このような性質を持つことでさざれ石は古代から神聖視されてきました。私たちは岐阜県春日村でそのさざれ石の代表的な実例を目にすることができます。これは春日村の山中にあるものですが、これを見た門徳天皇の王子惟喬親王の家人、つまり家来が君が代の歌を読み、親王に伝わって古今和歌集に収録されたという説があります。この家人はお椀やお盆を作る木地師という種類の職人であり、良い材料を求めてこの場所に移り住んできたのだといいます。ある日この家人は近江の国に向かう途中、美濃の国の山中のこの場所で凝結し大きくなったさざれ石を見て、おめでたい石だと感じ、君が代の元となった和歌を読みました。特に身分が高い人ではなかったため、この歌は読み人知らずとして掲載されたといいます。しかしこの歌を読んだ功績によって、彼は官位と藤原姓、そして石井左衛門の名を賜り、藤原の阿孫石井左衛門を名乗ることとなりました。現在でもこの付近には藤原という名字の人々が多数住んでいるといいます。そのせいもあってか、このさざれ石は天然記念物に認定され、現在でも残っています。本来の名前さえ歴史に残らないほど身分の低かった人が読んだ歌が日本の国歌になり、長く歌い継がれることになったというわけです。古今和歌集の中でも画家、すなわち誕生を祝い長寿を祈る歌のパートの冒頭にこんな歌があります。我が君は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて苔の蒸すまで、これが石井左衛門が最初に読んだ後に国歌となる歌の元となった歌です。古今和歌集に収録されている版の冒頭は君が弱ではなく我が君はでした。これは必ずしも天皇を指すものというわけではなく、あなたや主君一般を意味するものと考えられています。我が君が天皇を指すのかどうかといえば、この古今和歌集に関する限りそうではないようで、画家のパート全体を見ても明確に天皇に贈られたと考えられる歌は一つもありません。ここで何を祝っていたのかといえば、親しい人の誕生日というケースが多かったようです。この君が代の歌は古今和歌集を読む限りでは読み人知らず、誰が読んだかわからない歌で、読まれた状況も不明ですが、おそらくは平安貴族が別の貴族の誕生祝いに読んだものと思われます。ただ画家のパートには読まれた状況が分かっている歌も多くあります。ちはやふる神や切りけむつくからに、千歳の坂も越えぬべらなり、これは返上が高校天皇のおばの八十路のが、すなわち80歳のバースデーパーティーで読んだ歌であるとされています。意味は以下のようなものです。あなたがお持ちのこの杖は神が作った杖でしょうか。これを地面につくと若返って千年までも生きられそうですね。君が代の歌もこのように、めでたい誕生日の席でその日の主役の長寿を祝う
あるいは祈るといった性質の歌であったのです。古今和歌集に収録された当時の君が代は、このためあなた、あるいは主君の寿命が長くなるように祈るという意味合いの強い歌でした。ただ同時にこれは男女の縁について歌った歌であるという解釈もなされることがあります。君というのは先ほど述べたようにあなた、主君という意味を表すとするのが一般的ですが、実は木と実がそれぞれ男と女を指すとされることがあるのです。日本神話において本州などの島々や天照大神といった天皇家の祖先を生んだとされるのが夫婦の神イザナギとイザナミです。彼らの名前の最後には木と実がそれぞれ使われています。またかぐや姫という昔話の元となった物語は竹取物語ですが、その中でかぐや姫を引き取って育てるのが竹取野のごきな、おじいさんとおうな、おばあさんです。ここにも男性の呼び名に木、女性の呼び名に実が入っていることがわかります。すなわちこれらを合わせた君というのは男女の縁のことを指し、愛し合う男女が支え合い困難を乗り越えて生きること、そして子を産み育て子孫の繁栄を図ることという意味が込められているのです。このようなことから君が代は結婚式で歌われる歌としても人々の間に広まっていきました。ただこの際にも先ほどご紹介したようなイザナギとイザナミという男女の神の結びつき、そして国産みも意識されており、天皇家はこの二人の子孫から生まれてくることになります。この歌の君は結局のところ男女の縁も天皇もその両方の意味を兼ね備えていると言えるのです。しかし平安時代末期頃には我が君はと君が代はが混在していた歌い出しは徐々に君が代はという冒頭に統一されていきます。これは直線和歌集すべての歌に言えることなのですが、君という言葉の使用において天皇の意味が強くなってくるのは摂関政治あるいは武家政権との対立という文脈で天皇の存在感を高めるためであったと言われています。ここからは君が代がどうやって日本の国家となるに至ったのか、その背景についてご紹介していきます。そのきっかけは明治2年、当時のイギリスのビクトリア女王の次男であるエディンバラ公アルフレッドが来日したことでした。その時の日本側の接待係に対して日本に国家がないのは遺憾だと告げたイギリス人がいたのです。彼は当時イギリス公使館で軍隊学長を務めていたジョン・ウィリアム・フェントンです。彼は明治2年、薩摩藩の青年およそ30人を相手に日本で初めて吹奏楽の練習をした人物であるとも言われています。そしてフェントンは自ら作曲をすることを提案したため、薩摩藩の大山巌がこれを受け入れ君が代を歌詞として提示しました。こうして翌年に完成したのがフェントン作曲の君が代です。これは陸軍官兵式で明治天皇臨席の上で演奏されましたが、残念なことに人々からはかなりの不評を買いました。当時フェントンが作曲した西洋的なメロディーにまだ人々は馴染みがなく、威厳に欠けるなどの不満の声が上がったのです。やがてフェントンは日本での任期を終え帰国してしまいましたが、一方で国家というものが外交儀礼において必須のものであることは当の日本人たちが開国当初から認識していました。そのため一度フェントンによって制作された楽譜は1880年改訂されることになります。この時作曲のベースとなったのは日本古来の雅楽的な旋律でした。安土桃山時代から天皇に仕えてきた雅楽の家系である林家の林広盛が作った旋律にドイツ人の海軍軍楽教師フランツ・エッケルトが西洋風に編曲を施したものです。そもそも和歌が歌詞の原型であったため、本来これは日本の和音階にこそマッチするものでした。そして広く国民に歌われるためには国民に受け入れられ分かりやすいメロディーであることも求められていました。ただそれとともに君が代には西洋音楽の要素を取り入れることも必要と考えられていました。当時は開国間もない日本が近代国家として西洋の列強に肩を並べようと躍起になっていた時期であり、国家を作ることそのものも外交儀礼上当然とみなされていた要素を取り入れ、日本が文明国家であることを示すという意味があったのです。そのため君が代
にも西洋諸国に国家であると認知してもらえるよう西洋音楽の要素を取り入れることは必須だったのです。このエッケルト編曲版君が代は天長節の宮中行事において披露されることになります。この時すでに原譜に国家君が代と記されており、この時すでに国家という訳語が定着していたことがわかります。その後主に海軍で演奏されてきた君が代でしたが、実はこれもすんなりと全国民に認められたわけではありませんでした。海軍が主導して広まりつつあった君が代ですが、陸軍は別の曲扶桑を推し、文部省は文部省で国家案を作成して、これもまた君が代に対抗しようとしていたのです。しかし君が代は歌詞の短さや歌いやすさでこれらの中でも群を抜いていたため、国民にいち早く馴染む結果となり受け入れられていったのです。もちろん日本人に馴染みのある雅楽調であったこともあって好評を博しました。最初は主に祝日に児童が学校儀式で斉唱するものとして普及していきましたが、ただ現代の人気アーティストの曲のようにリリースから一夜にしてみんなが歌えるようになるというわけにはいきません。当時は楽譜を読むことができる人さえそれほど多くありませんでした。ちょうどレコードが普及し始めた時期ではありましたが、文部省が公式の楽譜を用意し学校で教え、そしてラジオで正しい歌い方を国民に聞かせることによってようやく普及していったのです。特に広く歌われるようになったのは日清戦争、日露戦争の時期だと言われています。このように半世紀ほどの時間をかけて国民の間に浸透していった君が代ですが、法律上の正式な国家にはなっていませんでした。第二次世界大戦においては国威発揚のためにひときわ盛んに歌われるようになり、日本の植民地となった地域でも歌われていました。さらに第二次世界大戦において日本が敗北し GHQ の占領を受けるようになると、君が代は斉唱が禁止されます。日本の民主化と非軍事化を掲げる GHQ は日本の戦争遂行に役立てられたあらゆるものを排除しました。軍国主義的な思想のほか、財閥、大地主などもそれにあたり、財閥は解体され、農地改革によって大地主の特権は奪われます。このほかに治安維持法や特別高等警察といった圧政的と思われる制度も GHQ によって終焉を迎えます。神道指令によって国家と神道が切り離され、国、地方自治体が宗教儀式を行うことも禁止となりました。これは国家神道が国民を戦争に導くための思想として大きく役立てられたと考えられたからです。そしてこのような文脈の中で君が代もまた禁止されました。学校教育の場においても国民学校令施行最速から君が代合唱の部分が削除されるなど、この曲にとっての受難の時代が始まりました。さらに国民の間でもこの歌詞が軍国主義の象徴であるかのような扱いを受けます。天皇への忠誠心の象徴であったこの歌は、主権在民というキーワードがもてはやされるほどに新しい時代や新しい憲法にふさわしくないとされ、これに代わる新しい国家が作られるべきという論調が盛んになっていきました。新聞社などが中心となり、新日本の歌、心の青空といった曲が新しい国家の候補曲としてレコード化され、普及が図られるようになったのです。1947年5月3日の日本国憲法施行記念式典において歌われたのは君が代ではなく我らの日本であり、天皇退場の際には星条旗が演奏されました。この我らの日本とは1947年の日本国憲法施行を記念して作られた歌で、憲法普及会が将来的に君が代に代わる国家への採用も見越して制作したものです。しかし1950年代になると徐々にそのような動きは沈静化し、文部省によって再び儀式の際の君が代斉唱が行われるようになったのです。1989年には入学式や卒業式で日の丸掲揚と並び、国家として君が代の斉唱が義務付けられています。実は1968年の明治100年記念事業などにおいても日の丸掲揚とともに君が代斉唱も法制化しようという動きは何度も起こっていたのですが、歴史的経緯から思想・良心の自由に反することになる
という反対論も根強く、なかなか法制化は実現しませんでした。日の丸掲揚と君が代斉唱は文部省の通達によって現場に指示されていたのですが、広島県の高校で文部省からの指示と教職員の拒否の板挟みにあった校長が自ら命を絶つという痛ましい事件が起こり、これをきっかけに法制化が進みます。そして1999年、君が代は国旗及び国歌に関する法律でようやく正式に法制上も国歌として定められることになります。ちなみに国旗や国歌を法律で定めている国には日本の他にアメリカ、ロシア、カナダなどがあり、中国やフランスなどはこれを憲法によって定めています。一方でイギリス、ドイツ、スウェーデンなどは法律によらず、慣習によって国歌とされている場合が多いようです。そんな国歌君が代は世界の中でどう評価されているのでしょうか。まず何といってもその古さが唯一無二の魅力として挙げられます。これまで見てきたように歌詞だけで言えば、君が代の初出は西暦905年の古今和歌集にまで遡ることができ、これは世界で最も古い国歌の歌詞であるということができます。そもそも現代まで残っている中で905年時点に成立していた国が日本くらいのものです。また歴史が古いということも貴重ですが、短くスマートにまとまっているということも君が代の魅力です。この曲の歌詞は漢字を含めたった27文字であり、これも世界で最短だと言われています。そんな君が代に関しては成立以来海外から高い評価がなされており、1903年ドイツの世界国歌コンクールでは一等賞を獲得しています。この時は早朝にして民族性を遺憾なく発揮した優美な曲という評価が寄せられていたようです。またイギリスのテレグラフ紙による2018年 FIFA ワールドカップに伴うワールドカップ出場国国家ランキングでも32カ国中14位を獲得しています。この際には堂々と洗練された叙情的という評価を得ています。サッカーのワールドカップなどで君が代を聞く機会のある外国の方も多いですが、そのような方の感想としては、なんという穏やかで静かな曲だろう、日本語はわからないが曲は素晴らしかった、この短い詩に込められた内容のインパクトはものすごい、などのコメントが寄せられています。君が代は天皇を賛美しながら身近な大切な人を思う歌でもありました。そして世界一古い歌詞を持ちながら曲として完成してからはわずか150年であるなど、古さと新しさを併せ持っています。このように相反する要素が混在しているのも世界から称賛される君が代の魅力なのかもしれません。今回は長い歴史と多くの謎を持つ日本の国歌君が代について語りました。江戸時代の日本のトイレは世界一綺麗だったかもしれません。もちろん日本でも古くは垂れ流しや道は糞尿でいっぱいという悲惨な時代もありました。しかし日本は早くから一部で自然を利用した水洗式を開発したり、糞尿の利用方法を考えたりと道を切り開いてきたのです。今回は古代の驚くようなトイレや戦場の悲惨なトイレ事情、鎌倉時代のトイレ革命など、古代から江戸時代まで世界も関心する日本のトイレ事情について語ります。お食事時の方はお気をつけいただければ幸いです。人類が存在するところ常にトイレは必要です。ただし今では当たり前のように思えるトイレの存在ですが、室内にこの空間が誕生したのはまだ数百年ほど前のことです。ではそれまでの人々はどうしていたのかというと、屋外で垂れ流し式だったと考えられます。ただし定住が始まった縄文時代になると、トイレをする一定の場所が決められていたようです。屋外では日本の川は比較的流れが速いため、川に垂れ流すのが最適だったでしょう。そのうち自然の水で流すという水洗式が考案され、やがて汲み取り式が生まれました。汲み取って捨てるよりは川に捨てて流した方が便利なのではないかと思うかもしれません。実はここに日本人の驚くべき知恵が詰まっていたのです。鎌倉時代のトイレ革命や世界史上優れたエコシステムなど、日本のトイレ事情を見ていきましょう。旧石器時代までの日本では自然の中で用を足していたと考えられます。一定の場所に決めていたのか好き勝手にしていたのかは分かりませんが、一定の時期が来ると移動していたので、そうナーバスになることもなかったでしょう。
ただし定住する縄文時代になると好き勝手な場所でするというわけにはいかず、ある程度場所を決めていたのではないかと推測されています。実は縄文時代の遺跡からは日本で最も古いトイレの遺構とされるものが見つかっています。縄文時代早期の遺跡である福井県の鳥浜貝塚からは糞の化石が見つかっており、その周りの川がトイレだった可能性が高いようです。川岸から川中に伸びる杭の跡も見つかり、桟橋状に木を何本か渡し、その上から川にお尻を突き出す形で用を足していたのではないかと考えられました。川の流れで排泄物を流すという自然作用を利用したエコな水洗トイレといえます。当時は人数も多くない上に、日本の川は流れが速いため、排泄物が溢れて困るということはなかったと考えられます。これを見ると、縄文時代の早い段階から集落で一定の場所をトイレと決め、トイレ用の桟橋のような装置も作っていた可能性が高いようです。なおトイレのことを川屋と言いますが、この由来は諸説あるものの、川の上に掛け渡したという意味だったとも言われています。では近くに川などがない集落ではどうしていたのでしょうか。やはり定住していた以上、どこか一定の場所をトイレと決めていたと考えられます。貝塚などから噴石が見つかることもあり、トイレかとも考えられました。ただしどちらかといえば犬のもののケースが多いようです。青森県の縄文遺跡三内丸山遺跡では、集落の北側にある鋭く切り込んだ谷の土壌から濃密な寄生虫卵が見つかっており、この谷に大量の汚物が捨てられていたと推測できます。なお疫病が流行った可能性も指摘されています。いずれにしろ一定の場所に貯めるか埋めるかしておいて、堆積すれば谷に捨てたのでしょう。続く弥生時代もほぼ状況は変わりません。ただ弥生時代の環濠集落では、集落を囲む水堀で用を足していたと推測されています。水堀は集落を防御するために作られたものですが、トイレとしても利用されていたようです。このように縄文弥生時代のトイレについては、鳥浜貝塚のような桟橋状のトイレや水堀を除けばどこがトイレだったのかはほとんど分かっていませんが、トイレの場所を決め流したりどこかに破棄したりして処理していたのでしょう。この時代からトイレ問題は集落の課題だったかもしれません。続く古墳時代も同じような状況だったと考えられますが、一部には水洗式トイレとおぼしきものも出現しています。奈良県の南郷大東遺跡から木槽と木碑の遺構が見つかりました。これは上流側の貯水施設から木樋を通して木槽へと水を流し、さらに木樋を通して下流に流すという仕組みで、木槽の部分は8畳程度の建物の中に置かれていたようです。これは治水あるいは庭園などの導水施設という解釈がされる一方で、この下流の土から濃密な寄生虫卵が検出されており、水洗トイレの遺構ではないかという説もあります。これらは全国から10近く見つかりましたが、中には木槽に足場がついたものもあり、木槽をまたいでしゃがみ用を足したのではないかというのです。ただしこうした遺構の近くで祭祀具が見つかることから、ただのトイレではなく、ここは産屋の施設で妊婦が使ったトイレではないかとも言われています。これがトイレかどうかは確定できませんが、トイレであれば早い段階で水を引き入れるという水洗トイレが使われていたことになります。明らかにトイレの遺構である可能性が高いのが、飛鳥時代の藤原京から見つかった遺構です。ここから地面に直接穴を掘った長さ 1.6 メートルの長方形の穴が見つかりました。深さは40センチメートルでしたが、元は1メートル近くあったようです。ただし幅が50センチメートルあり、これをまたいでしゃがむには広すぎるため、そこでその上に踏み板を渡し足を置いてまたがった可能性が指摘されています。その木を打ちつけたと思われる杭の跡も残されていました。古代のボットントイレの遺構と考えられます。ここからは寄生虫卵やヘラのような短冊状の板も見つかりました。長さ18センチ、幅1センチメートルのものが多く、表面は削られています。これは中義と呼ばれるもので、排便をした後に尻拭いに使ったもの、つまり今のトイレットペーパーの役割をしたものです。中義には字が書かれたものも見つかっていますが、これは当時今の紙のようにものを書きつけていた木簡を再利用したものと見られています。このトイレは藤原宮のすぐ近くにあったことから、役所の共同トイレだったとも推測されています。このように土を掘った土工式のトイレは藤原京にある邸宅跡の敷地の片隅からもいくつか見つかっています。
ここに溜まった排泄物は川や溝に捨てたか、そのまま埋めて別の場所に改めてトイレの穴を掘った可能性もあるようです。さらに水洗式のトイレとおぼしき以降も見つかっています。道路脇の溝を自宅に引き込み、湖上を描いて再び下流にあたる道路脇の溝へとつなげていたのです。この湖上の溝に板を渡し、そこで用を足し、排泄物を下流の道路脇の溝へと押し出していく仕組みだったと考えられます。これこそ川の流れを利用した原始的な人工水洗トイレだったと言えるでしょう。しかも用を足す場所には屋根が設けられているケースもあり、雨の日も安心して利用できたようです。ただしこの導水を利用した水洗トイレは今ほど清潔とは言えませんでした。自然任せのため梅雨など雨の多い時期は問題ありませんが、雨の少ない時期は水の流れが滞り、汚物が溝に残ってしまう可能性がありました。また側溝には土工式やおまるを使用した排泄物も捨てられたようです。そのため雨が少なく夏の暑い時期などにはお濁が溝に溜まったままとなり、悪臭が漂い病原菌が発生して不衛生だったと考えられます。溝は役所が管理しており、清掃を命じられた囚人たちが雨の降った日の翌朝、溝の清掃作業をよく行っていたようですが、藤原京時代には臭くてたまらない、役所の怠慢だと人々が辟易した様子が記されています。実は当時排水機能もうまくいっていませんでした。藤原京では飛鳥川の水を引き込み、南東から北西に流れていました。南はきれいな水で、北西に進むとお濁が進むというわけです。ところが、藤原宮はその中間に位置していたため、都市の南側のお濁が宮の方に流れてしまいます。初めて都市機能を持つ都となった藤原京は、この排水問題の課題に直面したのです。そこで次の奈良時代の平城京では、秋篠川と佐保川という2本の川を都に引き込み、水量を確保しました。また、宮は北に作り、東と西に運河を作って排水の流れ道を整えています。トイレは自然の水を利用した水洗式と土工式の併用でした。奈良時代を代表する皇族長屋王の邸宅跡からも、道の側溝から水を引き込み、側溝に押し出す水洗式トイレが見つかっています。藤原京時代より排水問題は解決されたものの、今度は2本もの川を都に引き入れたため、雨が少し降ると側溝があふれるという別の意味で悲惨な状態になっていたと推測できます。平安時代のトイレ以降はあまり発見されていないのですが、水洗式と土工式トイレの併用だったと推測されています。排水問題は、水量が豊富な鴨川などの水を水門を使って必要なだけ引き込みながら、東と西の堀川に流して水をコントロールしていたようです。治水の問題が解決したこともあり、貴族などが競って溝から水を邸宅の敷地に引き入れるようになります。役所が水を引き入れるのは構わないが、汚物を垂れ流しにしないようにと通達を出すほどでした。そのため下流の側溝に排水する前にトラップを廃し、便を流さず沈殿する工夫もなされていたようです。一方、上流貴族たちは持ち運び式のポータブルトイレ、つまりおまるを日常的に使っていたとされます。平安時代の貴族の邸宅は神殿造りと呼ばれ、個室に分かれていたわけではなく、建物は比較的広い空間で、御簾や記帳などで仕切り使っていました。トイレを使う時には部屋の一角などに仕切りを設け、ポータブルトイレの火箱、篠の箱を持ってきて用を足していました。この火箱には取っ手の板が立てかけられており、そこに着物の裾などをかけて邪魔にならないようにしていたようです。この衣掛けが、後に便器の前の丸い部分、金隠しになったとも言われています。ただし十二人絵を着た貴族の女性が用を足すのは大変でした。まずお供の女が打ち掛けを取り、袴を脱がせ、長い髪を前側に回して帯の間に差し入れます。主人は取っ手に着物の裾をかけた状態で箱の上に座り、用を足しました。この状態では水洗式にしろ土工式にしろ、外に出てトイレをするのは難しかったでしょう。箱の底は引き出し式になっており、女性ならば女房、男性ならば侍などが引き出しごと取り去り、ひすましわらべという専用のものに渡し排泄物を始末させていました。火箱は漆塗りのものが多く、高価なものになると蒔絵や螺鈿が施されていたとも言います。なお貴族は男女ともに外出するときも火箱持参でした。公衆便所はありませんし、他人の家を訪れた際、
他人の被曝を利用することはありえなかったでしょう。現在は外出する際はスマホなどが欠かせませんが、当時出かける時にはトイレが何より大切だったと考えられます。一方、弘法大師空海が開山した高野山では本格的な水洗式トイレが使われ始めていました。谷川の水を竹筒などで排水し、台所や風呂場の水に使い、その排水をトイレの下に流し排泄物を流す方式です。これは一部の地域では昭和の時代まで使われていました。このように上流階級の人は敷地内でトイレを済ますことができたことがわかります。では平安時代頃まで庶民のトイレはどうだったのでしょうか。餓鬼草紙という平安末期の絵巻物を見ると、道端にしゃがんで用を足す女性や子供の姿が見られます。その周りには木や紙が散乱しており、すでに紙も使われていたことがわかりますが、紙は高貴な人々しか使えなかったでしょう。つまり庶民の家にトイレはなく、道端に垂れ流し状態だったのです。実は絵を見ると彼らは一様に高下駄を履いています。当時は裸足かわらじが普通でしたが、高下駄は足元や衣装の裾を汚さないための工夫だったのでしょう。彼らは天下の行動をトイレとして利用していたわけですが、好き勝手な場所にしていたわけではなく、大通りではなく小さな道、同じ片側、崩れかけた家の塀など、暗黙の了解でトイレの場所が決まっていたようです。ただし糞はそのまま道端に放置されたまま溜まるため、道にあふれて不衛生な状態でした。その他には空き地や川などもトイレとして使っていたとされています。庶民は家にトイレはなく、自然の公衆トイレを使っていたようです。平安時代までは土工式や水洗式、おまる、垂れ流し式のトイレがありましたが、いずれも排泄物の始末は土に埋めたまま放置するか、水に流して投棄するかという自然任せの処理方法でした。排泄物は臭くて邪魔なものだったわけで、放置されると疫病の原因となってしまいます。ところがそんな日本のトイレ事情に鎌倉時代革命が訪れます。そのきっかけが同じ高地に2種類の異なる作物を連続的に植える二毛作でした。鎌倉時代、幕府が農作物の生産量を増やすため二毛作を奨励し、農業が飛躍的に発達します。二毛作を行うためには土地が強くなくてはなりませんし、作物を育てる肥料も大量に必要になります。そこで注目されたのが糞尿でした。折しもこの頃、中国の宋から糞尿を発酵させ優れた肥料として利用する手法が伝えられます。つまり捨てるしかなかった糞尿が肥料として再利用できる貴重なものに変貌したのです。そのため糞尿を貯めておくことが一般的となり、便器の穴の下に瓶や樽が置かれるようになりました。これが昭和の時代まで続くボットン便所、汲み取り式トイレのルーツです。鎌倉時代の後期にはこのスタイルが定着したようですが、家の中にトイレがあるわけではなく、屋外や軒下に簡易小屋のようなトイレを設けていました。ここまでトイレについてお話ししてきましたが、その多くは遺構から推測されたものです。日本最古のトイレは京都府にある東福寺に室町時代の遺構として残されていました。禅堂の南には南北35メートル、東西14メートルの大きな建物がありますが、これがトイレのある建物で、禅寺では東図と呼ばれています。建物内には直径約30センチほどの丸い穴がたくさん規則的に並んでいます。これがトイレで、昔は穴の中に瓶が埋め込まれ、大便用と小便用を区別していたようです。なお、広い空間に穴だけが並ぶということは丸見え状態だったのかと気になりますが、当時は間仕切りがあり個室となっていました。ただしトイレも修行の一環だったようで、入ってから出るまで細かく所作が決まっていたといいます。例えば怒声や笑い声はダメ、また扉の外から催促をしてはならない、左手で門扉を開けるなど細かく定められ、さらにトイレに行って良い時間も決められていたようです。ここから出た糞尿は寺院の畑などの肥料に再利用していました。また室町時代はそれまで屋外にあるのが当たり前だったトイレが家の中に個室として設けられるようになったのも特徴です。この時代、武士の邸宅として書院作りが確立され、部屋全体に畳が敷き詰められるようになりました。合わせて武士の邸宅では屋内に畳が敷かれたトイレが設けられるようになります。これは武士が命を狙われることを恐れた防犯上の理由で、敵の侵入が分かるように扉を向いて用を足す仕組みに作られました。
やがてトイレは室内の廊下の端、風呂の近くに設けられるようになります。大名の間では豪華なトイレを作って競い合うのが流行るようになりました。戦国時代、トイレで有名な大名といえば武田信玄でしょう。畳敷きの6畳とかなり広いトイレでした。これは外から敵に刀や槍で突かれても届かない距離にするという死角対策です。またトイレの中で常に香を焚いていたという記述もあります。トイレを少しでも臭くしたくないという思いもあったでしょうが、トイレが匂えば中に信玄がいることが敵にバレてしまうことを防ぐためでもありました。信玄はここに長くこもって仕事をしたといいますから、快適な空間だったのでしょう。豪華さで言えば華やかなことが好きな豊臣秀吉のトイレは別格でした。その一つ砂接近は、秀吉の退屈を慰めるため千利休が考案したと言われています。畳ほどの広さの中に砂を敷いて中央に穴を掘り、それを囲って自然石を置いて便器としたもので、トイレが小さな庭園となっていました。いわば見せるための装飾的なトイレで、大名たちの間でも作られたようです。茶道の世界でも利用されるようになりました。さらに秀吉は黄金のトイレまで作ったといいますから驚きです。トイレも隠すものではなく、権威を示し見せるものになったのです。一方で戦国時代など戦場でのトイレはどうなっていたのでしょうか。陣地にいるような時は穴を掘り、板を渡しただけの簡易なトイレが作られました。排泄物がたまれば埋めてまた別の穴を掘るという繰り返しですから、戦いが長引くとあちこちに排泄物が埋まっていたのでしょう。戦場に出る際の袴は股の部分が切れていたので、小であれば簡単にできました。または下着のふんどしの垂らした部分を上に持ち上げ、紐を首に結んでおくと、結び目を緩めるだけで股の部分も緩む仕組みになっていたようです。一方で庶民は汲み取り式トイレを使っていました。ただし町にはすでに公衆トイレが存在していたようです。来日した宣教師フロイスが、自分たちは家の奥にトイレを作るが、日本では家の前にあり、それを人々に開放していると驚いて書き記しています。この公衆トイレは親切心で置かれていたわけではなく、糞尿を貯めてそれを業者に肥料として売り渡すというビジネスの一環だったようです。しかしそのおかげで昔ほど人々が道端に用を足すこともなくなり、日本は大変清潔であると当時のヨーロッパ人が驚きの声を上げるほど衛生が格段に良くなりました。ヨーロッパでは窓から外へ糞尿を投げて捨てることも少なくなかったので、日本の清潔な街並みはヨーロッパの人にとっては驚きだったといえます。しかも日本ではこの頃からトイレのそばには手水という手洗い場を設けて、用を足した後は手を洗う習慣が浸透していきます。日本は衛生的に先進国だったと言えるでしょう。江戸時代、武士や富裕な町人は家の中にトイレがありました。そのほとんどは汲み取り式で、特に汲み取りの日の臭さはかなりのものだったようです。なお便器といえばほとんどが木製でしたが、江戸後期になると耐久性などを考慮して陶器製の便器が登場します。作家の滝沢馬琴も陶器の便器が届くのを心待ちにしていたことが記されています。一方で将軍様はどのようなトイレを使っていたのかというと、江戸城にあった将軍のトイレは板敷きの小便用と畳敷きの大便用の部屋がありました。小便用には小用箱、大便用には漆塗りの火箱が備えられ、それぞれ引き出しのついた箱があり、将軍が用を足すと引き出しごと取り替えられました。将軍の排泄物は医師が見て健康状態を確認していたようです。大奥にあった将軍専用のトイレは超豪華で、総ヒノキ作りの4畳半、前の2畳には女中が控え、後ろの2畳に便器が置かれていました。寒い時には火鉢が置かれ、暑い時には女中がうちわで仰ぐなど冷暖房付きでした。このように将軍様から町人まで家の中に個別のトイレを持っていたのはごく一部で、江戸庶民の多くが住んだ集合住宅、長屋は10軒に2つ程度のトイレがある共同トイレでした。トイレは大抵長屋の奥に設けられ、当時は総高架と呼ばれていました。しかも江戸では扉部分の上半分がなく、外から頭などが丸見え状態のため、女性が入っていると上側から覗かれるということも起こっていたようです。上半分を開けているのは中に人が入っていることを知らせるためと、隠れた犯罪を防ぐためだったようですが、プライバシーより便利さや安全性を優先したのでしょう。そのため庶民にとっては家の中にトイレがあるのが憧れでした。中は中央に四角い穴が開けられており、下に木の桶が置かれた汲み取り式で、
長屋で出た排泄物ももちろん肥料としてリサイクルされました。この排泄物は大家のもので、これを業者に売ってかなり儲けていたようです。なお、この時代江戸の庶民も用を足した後に浅草紙という紙を使うようになっていました。次に江戸時代の公衆トイレについて見てみましょう。京都では辻の木戸脇に小便用の桶が置かれた辻便所がありました。時には女性もここで立ったまま用を足したといいます。ただし江戸には辻便所がなかったので、往来で用を足す人もいました。また馬が通れば糞をまき散らすため、この頃の道は清潔とはいかなかったはずですが、日本では肥料が重宝されていたので、お物を集めて回る人がいたようです。また肥料を集めたいと寺が門前に公衆トイレを設けるなど、私的な公衆トイレを設けた例もありましたが、江戸後期には10カ所ほど公衆トイレが設けられました。しかもこれがかなり豪華なもので、間口 4.5 メートル、奥行き 7.2 メートルの広々とした休憩所があり、お茶のサービスまでついていました。それが無料ですから、長屋の住人などはこぞって出かけたかもしれません。この運営費は年間500両、今の4000万円以上という莫大な経費がかかっていたのですが、排泄物を売ることで賄えたといいますから、便利なエコシステムになっていたといえます。花見やお祭りなどの催しがあると仮設トイレを設ける業者もいました。この場合は使用者に利用料を徴収していたようですが、業者は排泄物で利益も得たのでしょう。このように日本にとって糞尿は貴重な資源だったため、次第に高値で取引されるようになり、ついには農民たちによる肥料の値下げ運動まで起こっています。こうして糞尿が資源となったことは衛生面にも大きく貢献しました。幕末に来日した講師のオールコックが、江戸市内の街路は極めて清潔で、お物が積み重ねられて通行の邪魔になることはないと感心しています。ヨーロッパ人が感心するほど日本のトイレのエコシステムは最先端で、清潔な街を保っていたのです。日本では街に糞尿があふれた時代もありましたが、ヨーロッパでは中世を通じて糞尿垂れ流しだったのに対し、日本では早くから街は清潔になり、江戸時代には完全リサイクルのエコシステムが整えられていました。糞尿を資源とすることで積極的に回収され、結果的に街が比較的清潔に保たれたのです。今回は日本の古代から江戸時代までのトイレ事情とトイレにまつわるエコシステムについて語りました。鉄パイプさえも切ってしまう日本刀は世界最強の武器でした。江戸、明治、昭和と数々の危機を乗り越え、海外の人までも魅了し続ける日本刀。鉄で鉄を切るというありえないほどの能力の高さは世界中から称賛されています。今回は古代日本の技術の結晶である日本刀の秘密について語ります。日本刀という名称が最初に登場したのは日本ではなく中国の文献であるとされています。11世紀の中国北宋の政治家であり詩人でもあった欧陽修という人物の作品に日本刀歌というものがあり、日本について歌ったこの詩が中国人の日本観に大きな影響を与えてきました。この中ではそのタイトルの通り日本刀についても言及されており、身につければ妖怪さえも追い払うことができると述べられています。これは日本刀が武器としてだけでなく魔除けの効果もあると考えられていたことを示しています。ただ日本において日本刀という言葉が使われるようになるのは幕末以降のことでした。西洋の剣が主に突くことに使われるのとは違い、日本の刀は突くこともできますが、それとともに切ることも可能です。日本刀は刀身の長さによって細かく分類があり、約80センチメートル以上の太刀、30センチメートル以上60センチメートル未満の脇差し、そして30センチメートル以下の短刀がその主な種類です。武器としては日本において最も普及したものの一つでしたが、意外なことに合戦ではメインで使われる武器ではなく、どちらかといえば槍や弓矢の補助として扱われることが多いものでした。それではこの日本刀はいつどのようにして生まれたのでしょうか。金属の刃物というものはすでに弥生時代、鉄器や青銅器が使われ始めた頃から存在したと考えられています。3世紀には日本で鍛冶が行われるようになり、ますます刃物の作製が盛んになっていきました。弥生時代に日本で主に使われていた武器は、長い柄の先にまっすぐな刃がついた矛、そして同じく長い柄の先に直角に刃をつけた鉤などです。
弥生時代後半になると剣や刀が普及するようになり、50センチメートル以上の長さを持ち、握りの部分に玉木のような飾りをつけた関東太刀などが普及します。後青銅器はだんだんと使われなくなり、より便利で強い鉄器が武器の材料の主体になっていきます。古墳時代には製鉄や刀作りが本格的に行われるようになりました。この頃の刀は現代の私たちのイメージする日本刀とはだいぶ趣が異なり、反りのない直刀が主流でした。また奈良時代までに作られた刀は上古刀とも分類されます。これらの上古刀は一つ、つまり突き刺して使うというのが主な用途でした。古墳時代以前の刀剣のうち有名なものとしては草薙の剣、稲荷山古墳出土鉄剣、また七支刀などがあります。これらを含め古墳時代以前の刀剣で現存しているもの、あるいは現存している可能性のあるものは、いずれも神器、神体、文化財など並々ならぬ扱いを受けているものばかりです。剣は実用的な武器としてだけでなく、宗教的な意味合いを持ったり、その持ち主のステータスを示すものでもあり、副葬品などとしても扱われました。現代の奈良県にあたる大和国の飛鳥に都が置かれた飛鳥時代には戦いが増えたことから、より強い刀が求められ、それにつれて刀の製作、すなわち作刀も変化していきました。この頃の有名な刀としては、聖徳太子が身につけていたとされる七星剣、そして平氏勝利剣があります。これらは現存しており、国宝に指定されています。平安時代には坂の上の田村麻呂などによる絵師の製刀が行われました。この絵師製刀の際に、絵師が使っていた見慣れない武器を大和の朝廷軍は目の当たりにします。それはわらびて刀というもので、刃の部分と塚が一体になった友作りによって製作されており、反りがあるのが特徴でした。直刀ばかりを使っていた大和の人々にとってそれは奇妙なものでしたが、このわらびて刀の反りは馬上で使われることを想定してつけられたもので、直刀よりも斬撃に優れていました。これを知った大和の人々はやがて自らの刀にも反りという要素を取り入れるようになります。平安時代中期には毛抜き型わらびて刀というものが登場します。これは塚に近い方の刀身が湾曲しており、後世の日本刀により近い形状となっています。さらに塚に透かしを入れることで切る時の衝撃を吸収し、より斬撃力を増していました。この透かしという技術も絵師の技術を取り入れたものだと考えられています。さらにこの毛抜き型わらびて刀がより大きく長くなった毛抜き型たちが作られるようになります。この時代には武士の戦いが多くなり、馬上で戦うための反りのある刀が求められていました。反りによって馬上でも素早く引いて敵を切ることができるためです。これによりそれまでの刀よりも戦闘中の取り回しが容易になりました。そしてこれこそが平安時代後期発祥の日本刀につながっていくのです。平安時代後期から続く鎌倉時代初期までに作られた古刀こそが日本刀の最高峰であると言われます。現代の日本において日本刀が国宝に指定されている100件以上の例のうち、鎌倉時代のものはなんと8割を占めるのです。鎌倉時代初期に承久の乱を引き起こしたことで知られる後鳥羽上皇は、自ら刀を打つほど熱心な刀剣愛好家であったことが知られています。後鳥羽上皇は武家政治を排除するための数々の政策を実行に移し、西面の武士という朝廷独自の武力組織を作りましたが、この他に日本各地から刀工を集め、五番鍛冶という制度も作りました。これは1ヶ月ごとに刀工が1人ずつ上皇の下で刀を作成するというものです。後鳥羽上皇は現代でも使われ続けている硬質の菊花紋を使い始めましたが、このようにして作らせた刀に菊花紋を自ら彫り込みました。これを古書焼き、あるいは菊御作などと呼びます。この時代の刀は刀身が長く、反りが手元からつくようになるのと同時に、より丈夫になっていきました。そうなったきっかけは蒙古襲来です。西暦1274年から2度にわたってモンゴル帝国の大軍隊が日本に派遣され、鎌倉武士たちがこれを迎え撃ちました。モンゴル帝国の本格的な集団戦をほぼ初めて経験した鎌倉武士たちは、この集団戦において多くの人間を切ってもなお使える丈夫な刀の必要性を痛感します。
そこで、より薄く、弾力性があり、丈夫な刀が作られるようになるのでした。やがて室町幕府が鎌倉幕府にとって変わりましたが、朝廷は2つに分裂し、南北朝時代が訪れます。この時代には騒乱が続いたため、ますます質が良く、丈夫な刀が求められるようになっていきます。このような荒々しい時代を反映して流行したのが、婆娑羅という文化です。婆娑羅は厳格な身分秩序を無視して権威を軽んじ、派手で粋な服装を好む、という特徴がありました。日本刀においても、この時代には長くて派手なものが流行します。しかし、南北朝の騒乱が収まると長く派手な日本刀は廃れ、鎌倉時代のものに近いものが再び主流になります。1441年、恐怖政治を敷いた六代将軍、足利義教が、突如、赤松光助に暗殺されてしまいます。この際、室内での戦闘が行われましたが、その影響から、より短く、狭い空間でも扱いやすい脇差しの製作が行われるようになりました。また、明との貿易が行われたため、輸出用の刀も盛んに作られています。多くの合戦が行われた戦国時代には、足軽が戦闘の主役となりました。足軽たちは自ら武具を調達する費用を持たないことも多かったので、領主から武具を貸し出す、ということが起こるようになります。ここで貸し出される刀は、お貸し刀と呼ばれましたが、このお貸し刀に使う刀が大量に必要とされたため、数打ち物と呼ばれる粗悪品の刀が大量に出回るようになります。さらにそれまでの太刀ではなく、持ち運びやすい打ち刀が主流になりました。1543年に伝来した鉄砲はやがて国産化され、足軽でさえも戦場でこれを持ち歩くようになります。そのため、刀の軽量化が行われたのでした。この打ち刀は、刀の重みで自然に鞘から引き抜くことができるのが特徴です。そのため、武芸が未熟な足軽にも扱いやすいものでした。一方で、旧来の太刀は、上級の武士が持ち、その権威を示すためのものとして生き残っていきました。この時代、特に多くの合戦が行われたのが東海地方でした。そのため、美濃や伊勢などが刀作りの中心地となっていきます。ところでこの戦国時代までに作られた日本刀を古刀と呼び、それ以降のものは新刀と分類しています。新刀は、全国政権の誕生によって、均一な質の鉄が使われたのが特徴です。安土桃山時代になると、日本刀は実用品としての意味のほか、美術品としての価値も見出されるようになっていきます。華やかな鑑賞用の刀が好まれ、鑑定家による折り紙でその価値が保証される、ということも行われました。またこの頃の刀に関する重要な事件として、豊臣秀吉が行った刀狩りがあります。それまでは農民であっても、男子は15歳になると脇差しを刺し、これが男性としての人格、そして名誉を示す象徴でした。そのため、刀を取り上げられることを農民たちは悲しんだ、という記録があります。刀狩りという政策は、鎌倉時代や戦国時代など、多くの大名や権力者によって、治安維持などのために行われてきましたが、豊臣秀吉はこれを全国規模で行い、農民の持っていた刀や武器を没収しました。これは主に武士と農民を厳格に区分し、身分を固定するのが主な目的であったとされます。江戸幕府によって天下が統一された江戸時代、長く続く平和の中で刀は護身用、および武士のステータスを示すものとしての意味合いが強くなっていきます。日本刀はこのような流れの中で、刀の反りは再び古代の刀のように浅くなっていきます。また、新たに作られる本数も激減し、大名家の贈答品などに限定されるようになりました。当然、刀工は仕事に困り、彼らはカミソリや包丁などといった刀以外の日用品を作ることによって生活を成り立たせていました。ただ、刀そのものの製作は減る一方で、鐔など刀の付属品や装飾品は時代ごとに流行り廃りがあり、工芸品として様々な種類のものが作られました。このような中で作られた日本刀は、実戦が皆無であったため、その切れ味を試す方法はもっぱら、軽視した罪人の遺体を切る、というものでした。ある刀は積み重ねられた7人の遺体を、はしごから飛び降りて切りつけることで一気に、しかも全てを両断したといいます。ペリーの来航により、日本の政治は再び不穏な時代を迎えます。
政情不安により刀の需要も高まっていきました。これにより江戸時代の間、少ない本数にとどまっていた刀の生産は息を吹き返します。この時代には製鉄技術の高まりから、より上質な鉄が生産されるようになりました。この頃に作られた刀はそれまでの新刀と区別して新進刀と呼ばれます。幕末の戦乱が終わると、日本刀には受難の時代が待っていました。活気となったのは廃刀令の発布です。これは勤務中の軍人、警察官など職務上必要な一部の例外を除き、刀を身につけることを禁じる法令で、武士なら誰もが刀を身につけている社会状況が野蛮であると捉えられたことが主な理由です。これは武士を特権階級とした身分制を撤廃して市民平等を実現することにつながるなど多くの意味がありましたが、一方でアイデンティティであった刀を取り上げられた武士たちは反発し、当時よく起こった士族反乱につながりました。このような状況によって再び作刀の本数は減り、日本刀は衰えていきました。明治初期に軍隊が整備されましたが、将校などが持つ剣として採用されたのは西洋式のサーベルでした。しかしこれが後に日本刀に置き換わっていきます。士族反乱の一つである西南戦争で日本刀を使った抜刀隊が活躍します。人数に勝る近代的な軍隊を要した政府側に対して、西南戦争で反乱する側となった西郷隆盛たちは少数ではあったものの、その多くが元武士であり、徴兵された農民が主体の政府側よりも戦術や技量では上でした。そのため政府軍の後方支援を行っていた警察官たちの中から剣術に優れたものを選び出して前線に投入したのが抜刀隊です。彼らが活躍したこともあり、剣術そして日本刀を見直す動きが盛んとなりました。また西洋化の中で日本刀を尊重する風潮などもあったことから、こしらえはサーベル、刀身は日本刀という形式が主流となっていきます。昭和時代を迎えるとますます国粋主義的な機運が高まり、この頃作られた軍刀は日本刀の原型ともいえる鎌倉時代風のものをモチーフにしていました。またこういった軍刀を持つ者は当初は将校のみでしたが、後に下士官の軍刀もこれに置き換わっていきます。さらに日本軍が各方面に進出していくに伴い、それぞれの環境に適応した刀も開発されるようになっていきました。例えば中国北方の寒冷な環境では、従来の軍刀が簡単に折れてしまったため、それに対応したもの、海軍では錆の危険があることからステンレス鋼を使用したものなど、それぞれ使われる場所の気候や環境に合ったものが作られたのです。ただ実は将校用の軍刀はそれぞれの将校たちが自腹で購入するものと定められていました。そのため先祖伝来の刀を軍刀に使用する人もいたといいます。しかしこれによって歴史的に価値のある刀が戦場で失われるという事態も多く起こりました。第二次世界大戦が終わると、日本を占領統治した GHQ は民間から日本刀を接収していきます。それを免れたのは美術的価値のあるものだけでした。このようにして回収された大量の日本刀は東京赤羽の倉庫に保管され、後に日本政府に返還されたものの、もはや元の持ち主が誰なのかは分からなくなっており、彼らへの返還は無理な話でした。新たに作刀をすることも禁止される中、日本刀がこの世から消えてしまうのを危惧した有志の働きかけによって、伝統的な製法で正しく作られた日本刀に限り美術品としての所有は認められるようになりました。また作刀そのものも許可があれば可能となりました。現代日本に残されている日本刀はおよそ300万振ほどあると言われますが、日本人はそれをただ美術品であるという以上に大切に扱い、犯罪などに使われる例もごく少数にとどまっています。ここからは日本刀がどのように作られるのか、詳しくその工程を見ていきましょう。日本刀作りは玉鋼と呼ばれる柔らかく伸びやすい材料を使います。この玉鋼を熱して打ち伸ばし、板状になったところで2から3センチメートルの大きさに切り取ります。そしてこれを積み重ね、再び加熱して1500度程度まで温度が上がったところで叩いて鍛え、一塊にしていくのです。ここから始まるのが折り返し鍛錬です。一塊になった玉鋼を折り曲げ、加熱して叩いて伸ばし、また折り曲げて叩いて伸ばすという工程をひたすら繰り返します。
この折り返し鍛錬によって玉鋼は強度を増していきます。さらに驚くべきことに、折り返す回数は何回と決まっているわけではなく、玉鋼の粘りや硬さ、そして肌具合を見てその場で決めているのだといい、折り重ねられた玉鋼の層はおおむね3万層にもなるのです。鍛えればその分だけ硬くはなるものの、粘り強さは失われてしまうため、適切な回数にとどめるのも刀工の腕の見せ所となります。こうして鍛えられた玉鋼は不純物をほぼ含まないため、強靭な刀となるのです。そして刀身の外側の皮金と内側の芯金は別々に鍛えて後に組み合わせています。こうすることで折れにくく、しかし同時に曲がりにくいという、本来は両立しない2つの特徴を兼ね備えた刀身が出来上がります。この日本刀作りで要となるのが、先ほどから登場している玉鋼です。日本刀の材料である玉鋼は、たたら製鉄によって精錬された炭素含有量が少ない上質な鋼、すなわち炭素を含む鉄の合金のことです。このたたら製鉄は、ふいごを使って火力を高める製鉄法であり、比較的低温で純度の高い上質な鉄を生産することができます。これによって製造された玉鋼は、元は様々な用途に使われていましたが、やがて日本刀専用の素材になりました。たたら製鉄は6世紀にはすでに開始されており、明治時代においては1200年もの伝統を持っていたわけですが、明治中期になると輸入品の鋼により、たたら製鉄を担ってきた業者たちも経営が圧迫されていきます。そして彼らは一縷の望みを託し、軍部に売り込みをかけるのです。軍部は軍部で鉄鋼の供給を輸入に頼っているということを問題視し、たたら製鉄の再評価が行われていきます。ちょうど日清戦争の賠償金によって多額の資金が製鉄業界にも流れ込み、たたら製鉄はにわかに活気を帯びていくのでした。その後一旦は廃れてしまったものの、昭和初期に軍国主義や民族主義の高まりを受け、たたら製鉄、そして玉鋼は再び脚光を浴び、靖国神社の境内で作刀が開始されるのでした。このように長い歴史の中でも生き残り続けている日本刀の材料である玉鋼ですが、実は具体的にどのような鉄だったのかというのは謎に包まれています。江戸以降、たびたび古刀を再現しようという動きもあったのですが、それには多くの障害がありました。まず材料となる鉄の問題があります。江戸時代においても古刀を再現しようとした試みがありましたが、すでにその時点でロストテクノロジー化しており、再現は困難でした。そもそも古刀には地方それぞれの鉄、そして一部に輸入鉄が使われていたのですが、江戸時代には鎖国によって輸入鉄が入手できなくなっていました。そして大正時代までの工業化によって、たたら製鉄による玉鋼の技術そのものももはや失われてしまい、蓄えられていた玉鋼も今では使い尽くされています。さらに現代でも成分量を玉鋼に近いものに調整した新玉鋼が作られましたが、これも古刀と同じ品質を再現することは不可能であったといいます。古刀の技術に関しては刀工の世界でも口伝で伝えられてきたため、文献にも残されている情報はほぼありません。そしてその技術を継承していた刀工の流派そのものも途絶えてしまっていました。昭和の軍刀作りで一時その技術は復活したものの、結局は失われてしまっています。さらに古刀の分析が難しいということもその再現を難しくしています。古刀は数が少なく歴史的に価値が高いため、当然ながら破壊を伴うような分析はなかなかできません。このようにミステリアスで独自の歴史をたどってきた日本刀に魅了される海外の人々も多いようです。海外の有名な日本刀コレクターの一人に、ウォルター・エイムズ・コンプトンという人物がいます。コンプトンは1911年生まれのアメリカの薬学研究者だったのですが、同時に日本刀の収集家でもありました。彼は大学生の頃にチャイナタウンで6ドルの日本刀を買い求めたことを皮切りに、日本刀の収集を始め、数々の有名な刀を買い集めました。そしてコンプトンのよく知られたエピソードとして、名刀の良さを知るために名刀とは言えない刀もわざわざ買い集めて比較したことが挙げられます。それに対して日本のコレクターが名刀しか集めないことを彼は不思議に思っていたそうです。彼の所有していた刀の一つに備前三郎国宗がありました。
これを最高の状態で保存するにはどうすればいいかと考えたコンプトンは、東京博物館に寄贈してしまったとのことです。日本刀の美しさやその真の価値に気づいたコレクターが、自分のコレクションさえ惜しげもなく手放してしまったというわけです。このように日本刀に魅せられ、収集する人々は海外にも無数におり、その美しさや日本刀に象徴される武士道精神を賛美する声は、海外の多くの人から上がっています。あるテレビ番組では、日本刀で鉄パイプを切るという検証が行われ、出演した剣術家が見事、それを真っ二つにしていました。続いて 0.4mm という薄さの鉄板が登場。これを切っても途中で曲がってしまうため、普通なら最後まで切ることは難しいのですが、この剣術家は絶妙な角度と素早い斬撃で、こちらも真っ二つにしてしまったのです。鉄で鉄を切るという、通常なら考えられないことをやってのけた日本刀の凄さに、スタジオは大興奮の嵐。海外の視聴者からも、鉄で鉄を切るなんてレベルが違いすぎる。あの剣術家と日本刀の切れ味の二つが合わさってできたこと。鉄を紙みたいに切るなんて、クールすぎる。と大絶賛のコメントが届いていました。平安時代に生まれ、侍の精神や日本文化の象徴であり続けた日本刀。平和で活躍の場がなくなった江戸時代や廃刀令の出された明治時代、そして GHQ による接収が行われた昭和など、数々の危機に見舞われましたが、それでもなんとか生き残り、今日でも世界中の人々を魅了し続けています。今日は驚きと謎に満ちた日本刀の歴史について語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン。次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。